こんにちは。今回は浅井長政でやっていきたいと思います。シナリオは信長包囲網のシナリオになってます。乱世に打って出る。まあ、これから浅井長政やっていくわけですけど、まあ今現状こんな感じになってますね。織田と婚姻の同盟結んでまして、朝倉とも同盟を結んでる状況になります。まあ、浅井長政有名なんで、知ってる方も多いかと思いますけど、まあ、信長の妹の位置をめとって、婚姻同盟を結んだっていう感じになってますね。まあ、なんですけど、まあ、そんな感じで婚姻を結んだ時に、織田と、まあ、織田がこっちの朝倉に攻めないように、みたいな感じの話があったらしいんですけど、まあ、なんやかんや理由をつけて、織田が、まあ、こっちの朝倉に攻め入っちゃったわけですよね。その時に、まあ、織田、を裏切って、朝倉家に着いたっていう感じですね。まあ義の人なんとかって言われてますけど、まあ、その後、まあ、裏切った後は普通に織田に滅ぼされちゃうんですけど、まあ、今回はこのね、義に扱った浅井さんに、まあ、なんとか天下を取ってほしいということで、浅井家でやっていきたいと思っています。まあ、浅井さんみたいなね、まともな人は戦国時代ではなかなかね、生きづらかったと思うんですけど、まあ今回はね、その浅井さんに天下を取ってもらいたいと思います。まあ、浅井さん自体がかなり能力が高くて、統率も武勇も高い感じになってます。ただあんまり戦法と特性自体がの、戦闘に向いてなくてですね、まあちょい使いづらいかなっていう感じではありますね。まああと奥さんのお市さんがいますね。まあ、どちらかというとなんかお市さんの方が戦法的には戦闘に向いてる感じはあるんですけどね。あと強い武将で言うと東道高虎がかなり強いですね。まあ7人の君主に仕えてきた武将ということで、まあ能力的にもかなりあれですね、高いですね。まあ序盤というか若いうちは結構なんか戦闘に寄ってたらしいんですけど、ある時からまあ建築とか築城を学ぶようになってから、まあ、全体的にこんな、パーフェクト人間みたいな、そんな感じになったらしいですけど。まあ、この東道高虎も戦法的にはあんまり強くないですね。まあ、あと、磯野一正もいるんですけど、まあ、この人ぐらいから、あと能力高いのは、ただやっぱり戦法がちょっと微妙かなっていうところはありますね。まあ今は織田と婚姻同盟結んでる状態になってるんですけど、まあ1ヶ月もすればイベントが発生するので、まあ、それで浅井と織田の同盟と婚姻同盟の関係が解消されることになります。まあその後立て続けにイベント起こるんですけど、まあまず最初始まったばっかりなんで内政をやっていきたいと思います。まあ織田二城なんですけど、結構上位集落が多くて、まあ城としてはかなりいい城になってるので、まあ、なるべくちょっと早めに内政を終わらして、行きたいと思います。まあ、最初はもちろん軍開発からやっていくんですけど、大農村がある軍に関しては農村を優先して上げていきます。まあ、あと代官についても、まあ、いつも通り配置していくんですけど、あれですね、自分が思った建物を建ててくれるまで回すか、まあ、もう今回はね、まあ、一所懸命のレベル4がついているので、集落の掌握に回してもいいかなとは思ってます。まあ、ちょっと状況次第ではありますけど。まあ、内政大体終わりまして、まあ、なるべく上昇相性のいい武将を配置したんで、最終的に結構能力高くなりましたね。統率武勇ともに90いきましたね。まあ、なかなか強いですね。まあ、そのおかげもあって、一所懸命が、レベル5マックスまでいきまして、なかなか掌握速度が速い感じになってますね。いい感じですね。あと、自衛も結構高い感じになってるんで、これも嬉しいですね。まあ、あとは、まあ、ついでみたいな能力ですけど、この反抗とか、まあ、なるべく城に取り付かせるつもりはないんで、2特性みたいなもんですけど、まあ、試しで1回やってみたぐらいなんですけど、4ヶ月ぐらい経ったら攻めてきそうなんで、まあ、とりあえずそれまでにイベントがあるので、そこまでは、進めていきたいと思います。はい。金ヶ崎の撤退戦が始まります。元気元年織田信長は将軍足利義昭のだが、まあまあちょっといろいろあるんですけどスキップしていきます。まあ先ほどの金ヶ崎の撤退戦なんですけど、まあ要するに
浅井が裏切ったせいで信長が撤退することになりましたよっていうお話ですね。でここから先が姉川の戦いになるんですけど、まあ、あの金ヶ崎城で、金ヶ崎の撤退戦が始まって、まあ、裏切った報復として、浅井家を攻めますよっていうことで、始まったのがこの姉川の戦いなんですけど、まあまあなかなか激しい戦いになって姉川が血の色に染まったとも言われてるらしいですね。でまたここからあと1ヶ月ぐらい経ったらかぐらいで本願寺の放棄みたいなのが起こりますね。まあとりあえず最初はイベント会といいますか、イベントこなしていく感じになります。はい、そしてイベントで本願寺の放棄が始まります。まあもともと本願寺と織田は相性というか折り合いが悪かったんですけど、まあここで織田の勢力が結構大きくなったんで、まあちょっと放棄していきましょうみたいな、そんな感じですね。この放棄からまあ大体10年ぐらい織田と本願寺は戦い続けることになるみたいです。でまあ信長の包囲網が完成しつつあるっていうことですね。朝倉と浅井が揃って信長に背いて本願寺までも、織田に対して戦を呼びかけるようになったんで、織田包囲網を形成する、まあ、前準備みたいなのが整ってきましたよという感じですね。このイベントのおかげで本願寺と浅井と、朝倉ですねが同盟を結べるようになったんですけど、ただ本願寺はちょっと遠いんであんまり役に立ってくれないですね、残念ながら。まあ、このゲーム的にはね。はい、早速やってきましたね。まあ、こんな感じですぐに、まあ、大体4ヶ月かな、5ヶ月ぐらい経ってるんですけど、こんな感じで攻めてきます。なのでまあ追い払っていかないといけないんですけど、まあ、結構いろんな部隊が来てますね。まあ、この中で特に信長の進行速度、軍の進行速度がえぐいので、まあ、こいつだけは速攻でやっていかないといけないですね。今回はこの上のルートで来るみたいなんで、しっかり潰していきたいと思います。まあ、それでもちろんちょっと防衛にはこの朝倉も出してもらわないときつい感じがあるんですけど、まあ、小谷城の方が来てくれる兵力が何やら多そうなので、朝倉にはこっちの小谷城来てもらいましょうか。話はまとまったな。まあ、早速防衛をしていくんですけど、まあ、ちょっとこの一番最初が防衛できるかがかなり怪しいんですけど、まあ、一旦ですね、まあ、兵を出すんですけど、とりあえずこの磯の部隊に一回任せていきたいと思います。こんな感じでここに一部隊出します。まあ、それでですね、本隊はなるべく合戦を起こしていきたいんで、まあ、小谷城からほぼ動かさないっていう感じですね。小谷城に必要な時にこう出陣させていくっていう、そんな感じにしたいと思います。まあ、あとはちょっとここの、沢山に来る部隊はちょっと到着が遅そうなんで、まあ、ただここの国衆が来るみたいなんで、この沢山城からも出陣はさせていきます。もう1800全員出していきましょう。出陣する。まあ、こんな感じでとりあえずやっていきたいと思います。さて戦闘が始まったんで、ここで本隊を出していきます。見せどころか。とりあえず一旦は本体だけで大丈夫やと思うんで、浅井長政だけ出します。いざ出陣。そして合戦をやっていきます。まあ、一部隊相手なんですけどね、ボコボコにしていきます。まあ、なるべくダメージ食らわんようにしたいと思います。私その目でしかと見たか。はい、勝ちました。まあ、完全に今回はただの能力差で勝った感じですね。あと一部隊国衆が来てるので、ここも接触した瞬間に勝っていきましょう。なるべく小部隊を、ちょっとずつ勝っていく、そんな方針でやっていきますね。勝ち戦ぞ。勝ちの気を上げるのだ。はい、まああれですね、国衆相手は大体半分くらい削ったら撤退してくれるんで、楽っちゃ楽ですね。まあ、いよいよ次が本格的な戦になりますね。まだ来てるんは浅井の援軍が一部隊だけなんで、ちょっと不安なんですけど、頑張っていきましょう。はい、衝突した瞬間に結構兵削れましたね。これやばいな。大丈夫かな。我が部の見せどころか。
皆続け。はい、まあ一旦やっていきます。まあ、なるべくあれですね、朝倉の軍を使って戦闘していきたいですね。まあ、ちょっと国中相手には使ってなかったんですけど、1対1であ、1対1というか、まあ1対多数であれば、まあ、なるべくダメージを食らわない必殺の、必殺というのもちょっとおこがましいんですけど、この小さい戦場に至っては割と使える、作戦がありまして、この、1部隊だけの部隊っていうのは、最後のここの軒口までやってこないんですよね。ただここら辺にいると、まあ、大体突っ込んでくるんですよね。突っ込んでくるんで、言いながら、ここで相手が結構前に来たかなっていうぐらいのところで、ここのサイドに、変えてる部隊を軒口に突進させます。で、まあ、速度的に追いつかれたり追いつかれなかったりするんですけど、これで、まあ、この部隊が帰っていくわけなんですけど、まあ、帰ってくるまでに結構時間があるんですよね。なので、この間に軒口を削れるだけ削っていきますと。それで相手が結構帰ってきて、ああ、もう無理かなって思ったら引きます。まあ、ちょっとこの磯の部隊は、スタート位置が悪かったせいもあって、ほとんど削れてないんですけど、こんな感じで、1回でどれぐらいやろう、5分の1かな、もっと少ないかもしれないですけど、まあ、削ることができるんですよね。これでちょっとずつちょっとずつ削っていって軒口を破壊します。まあ、早掛けの戦法自体はかなり微妙なんですけど、こういった急襲が必要な時に至っては、この戦法をやるに至っては割と重要な戦法になってたりします。今回だけで落とせるかと思ったんですけど、落とせなさそうなんで一旦帰ります。はい、まあ、こんな感じで破壊していきます。これで確かノーダメのはずです。はい、どちらの被害はないのになぜか勝ってしまいました。いやー、不思議ですね。陣を構えよ。もう接触ダメージでもだいぶやばいですね。だいぶやばいですけど、出していきましょう。なんとか。信長が来てるんですけど、おそらくこれは信長は入ってないはず。入ってないですね。なんとか、こっちは6部隊。兵力的にも勝ってますね。いい感じです。はい、勝ちました。まあ、それなりに被害は出ましたけど、勝ちましたね。まあ、今回も軒口を潰させてもらいました。網にかかったか。一人捕獲したんですけど、投与できるかな。お、投与できました。これはうまい。そして次がなかなかやばいんですよね。次が織田信長がやってくるタイミングなんで、ちょっときついけど、なんとか接触した瞬間か、接触する前になんとかしたい。いいタイミングで止めれましたね。なるべくちょっと出陣させておきたいんで、残りの部隊も全員出しておきます。遅れてはならぬぞ。そして合戦やっていきましょう。見せどころか。その目でしかと見たか。はい、全然余裕ではないですね。なんとかギリギリって感じですけど、まあ、軒口を壊して勝ったんで、まあまあ、そこまでの兵力の減少はないかなって感じですね。あとは、こっちの大垣城付近から来てる部隊。ここはちょっと単発で倒すことは難しそうですね。あとなんかこっちからも部隊来てますね。であれば、ここの、北政隊を送っておきましょうか。これでなんとかやっていきましょう。あとは、沢山城に向かって若干来てる部隊がいるんですけど、俺もなんとかせんといかんな。お打ちを願いまする。はい、またやってきたんで、倒していくんですけど、今回はかなりやばい。え、大丈夫かこれ。いやー、ちょっと一旦これ、いかにすべきか。早々に戻るぞ。長久騎乗させて、もう一回出してみるか。これで、あ、でも全然兵数変わってないな。まあ、仕方ないでしょう。やっていきます。
はい、勝ちました。いやー、まあ、今回もあれですね、まあ、軒口勝利といいますか優勢勝利になってます。まあ、なかなかちょっと粘りに粘って相手の、軒口壊したっていうそんな感じになってます。風よ、アガナを運べ。おい、記念すべき一発目の威風が発生しました。いいですね。ただ、これで一応、あれですね、こっちの、本願寺の方にも行けるようにはなったんですけど、今、本願寺を助けに行ってる余裕は残念ながらないです。ただまあ、なんとかしてあげたいのはしてあげたいんですけどね。いや、これこのままやとやられちゃいますね。ただ、こっちにも余裕はない。残念ながら。こっちにも来てる部隊がいるんで、やりに行かないといけないし。ありがたき幸せ。はい、もう完全に小谷城は守りきったみたいですね。まあなんとかなりましたと。あで、沢山城に来てた部隊ももう帰ってるんで、あとは帰るだけで大丈夫でしょう。見せどころか。みんな帰るとしよう。まあ、あとはこの、長島城を助けに行くかどうかっていうところですけど、まあここはもうどうしようもないでしょうね。今回仮に助けれたとしても次は助けれないでしょうからね。ここの伊賀上野もなんとかしたいけど、まあ無理そうですね。なんとかなるか？いや、無理かな。もう自分だけで精一杯って感じなんでね。まあ、とりあえず第一次の、織田の攻勢はしのいだかなっていう感じではありますね。さて、早速、農地開墾が出てきたので、これをやっていきたいと思います。いざ、始めよう。やったぞ！はい、浅井に大農村ができました。それでですね、ついにこの職人召集ですね、これで鉄砲の、上位集落ですね、これができるようになると防衛がかなり楽になります。なのでやっていきます。本当はね、勲功とか上げるために他のやつにやらした方がいいんですけど、浅井が一番そのなんていうんですかね、時間が短いんですよね。早く済ませて、早く他の開発やっていきたいんで、もう浅井で全部やっていきたいと思います。いざ、始めよう。まあ、そんなこと言うてる間に、長島城も落ちてしまって、伊賀上野もこれは落ちそうな感じですね。さすがに守れないかな。でもって、ここの高屋城をめぐって、織田と、本願寺と、あと、最下の鈴木がやってきてますね。最下の鈴木が一番でかそうなんで、そこが取っちゃいそうな気もしますけど、どうなるんですかね。やったぞ。そしてついに鍛冶町の建設が完了しました。これで防衛がだいぶ楽になりますね。あとはできたらこの射撃場を立てていきたいんですけど、まだまだお金がないのでもうちょいかかりそうですね。そしてですね、何気に労働力1増えたんで、この制度改新もやっていきたいと思います。心得申した。ここら辺ですけど、伊賀上野も落とされて、高屋城は結局鈴木家のものになってますけど、このタイミングで織田が赤くなったんで、多分うちを攻めに来る予定なんやとは思いますけど、はい、また織田さんがやってきましたね。織田さんを追い払う日々がまた始まりそうです。さて、さて、どうしたものか。兵力は前回よりは増えてるんですけど、っていう感じですね。増えてるけど、みたいな。ただ今回は、朝倉家が援軍に来てくれるんか？来てくれるけど、出してくれる兵数がめちゃくちゃ少ない。沢山城と小谷城、どっちに行ってもらうか。まあ小谷城かな。話はまとまったな。まあ、とりあえずぼちぼちやっていきましょうか。北部隊から倒していく、そんな感じでいきましょう。ただどうしよう、ここもともと自分の軍じゃないんでいらないんですけど、ここで待ってるうちに南部隊も来られるとそれはそれで嫌なんですよね。まあ、ちょっとの間待つか、ほっとくしかないか。そう、出すの早かったか、それやったら。
はいはい、やってきてますね、やってきてますよ。で、接触した瞬間に合戦をしたい。行くぞぞ。合戦したいけど、今回、いや、結構舞台入りそうやな。とりあえず、こんな感じで一回出すか。いや、これ入れて、いや、これは入れずに行くか。こんな感じでやって、これで合戦すると2部隊対2部隊。これやったらもう1部隊いた方がいいな。ということで、こんな感じで合戦しましょう。これなら余裕でいけるでしょう。はい、勝ちましたー。いやー、やっぱり鉄砲強いですね。そして1人捕獲しました。網にかかったか。今回捕らえたのは、稲葉一徹です。これはワンチャン投与あるかもしれないけど断られました。はい、とりあえず第二次の織田の攻勢もなんとかしのぎ切ることができました。まあ各所で合戦していくだけなんで多分カットしてると思いますけど、またちょっとの間内政していきたいと思います。まあ、内政終わってからどうするかっていうところがちょっと悩ましいところではありますけど、まあどっか織田の領地を切り取りに行かんといかんような気はしますね。観音寺城あたりが最有力候補ではありますけど、まあちょっと状況を見ながらって感じですかね。はい、織田の攻勢をしのぎ切るのにちょっと精一杯で気づかなかったんですけど、ここの芥川山城と、伊丹城、花熊城が荒木村重の、勢力が独立してる形になってますね。まあ織田に反乱を起こした人で有名ですけど、これで若干織田の領地も減ったんで嬉しいかなっていう感じですね。まあ、イベントとしてはこの三木合戦っていうやつみたいですけど、まあ、結果として荒木村重が、独立して荒木家が誕生しましたよっていう感じですね。まあ、この後はもちろんこちらは内政していくんですけど、まあ、イベント待ちというわけではないんですけど、この正常作戦のイベントが発生するのをちょっと、まあ、待つわけではないんですけど、まあ、期待してるっていう感じですかね。まあ、条件としてはあと半年ぐらい経ったら発生する形になります。正常作戦が発生してから1年経つと、三方ヶ原の戦いが発生して、これでまたあれですね、織田のこれでまた、織田の戦力というか、まあ、徳川の戦力ですけど、を、減らすことができるみたいです。まあ、とはいえ、そこまで大きく勢力は変わらないんで、まあ、これが発生するのを期待しながら、こちらもちょっと領地を増やしていきたいと思います。台風が発生しましたね。これは最悪か。もう、最悪ですね。農村だいぶやられましたね。これ結構ほぼ最初からやり直しちゃうか。まあ、織田の防衛が完了してから、まあ大体何ヶ月やろ。4ヶ月ぐらい経ったところなんですけど、筒井のあれですね、高取城がもう落とされそうになって、筒井がもう滅亡寸前になってますね。はい。全部取られちゃって、筒井家は滅亡しちゃいましたと。いや、なかなか進行速度がえぐいですね。まあ、そしてこちらの方でも、決戦が起こってるんですけど、上杉が完全に負けてますね。やっぱり織田の進行速度がやばいですね。だって、言うてました、信玄の決裂と、この正常作戦ですね。これが発生しまして、岩村城が武田家の勢力下になることになって、織田と武田の同盟が解消されました。武田が取って、今、あれですね、ここの同盟が解消されたんで、織田もなかなかちょっと、簡単には軍を出撃できない状況にあるはずなんですけど、なんか今、あれですね、この高屋城を狙ってるんかなに向かって進軍してます。あと、雑賀城を今攻撃してってまして、おそらくこの雑賀城も言うてる間に落ちてしまいそうですね。後ろからめちゃくちゃ軍来てるんで。まあ、これで大体信長包囲網と言えるような、イベントは発生してるんですけど、それでもなお信長の勢力の拡大のスピードがなかなか凄まじい状況になってます。正直
台風一回来たんですけど、それがなければもうそろそろ攻めれてたかもしれないんですけど、ちょっと台風のせいで今攻め遅れてますね。で、まあ攻めるタイミングなんですけど、大谷町に今もう灌漑水路2つ作ったんですけど、また災害来たら嫌なんで、この射撃場ですね。この射撃場が2個作れて、鉄砲のレベルが5に上がった段階で攻めに行きたいと思います。はい。小谷城の射撃というか、鉄砲レベルが5についに上がりました。まあ、小谷城がちょっと兵糧を撃っちゃった関係もあって、次の月ですね。あともうちょいなんですけど、次の月になったらこの観音寺城に行きたいと思います。まあ、それではちょっと建設待ってたのもあるんですけど、突進していきたいと思います。なるべくちょっとあれですね。部隊を連れていきたいと言いますか、ある程度分けていきたいので、3000であれば一旦長政だけでいけるかな。長政だけ連れて行って、その後また別動隊で2部隊か3部隊。全部で3部隊ぐらいに分けれたらいいかもしれないですね。3000ずつの軍をそれぞれ作っていくっていうイメージですね。いざ出陣。はい。まあ、こんな感じでやっていきますと。相手が防衛しに来てくれるんですけど、やっぱり出てくる軍がそんなに多くない。あー、あれか。今来てる部隊が1、2、3、3部隊だけなんで、おそらく他の軍も出して1万ぐらいで攻めに行かないと守りに来てくれないですね。そうなると、こんな感じでいいかな。こんな感じで出して他の部隊もこんな感じで出しますか。これ能力低くなりすぎてる。ちょっと待てよ。3部隊にしようと思いましたけど2部隊にしましょうか。ちょっと能力下がりすぎなんで、これでちょっと敵の軍を誘い出しながら防衛していきます。防衛というかあれですね、この観音寺城に8部隊以上部隊が集まってから開戦をして、威風でここの観音寺城と、まあ、できたらこの日野城ですね、を取っていきたいと思います。これで今おそらくいい感じになってるはずですね。このまま行けば、8部隊と合戦することができると思います。なので、はい、出していきます。はい、接触しまして、これで、はい、3部隊対8部隊兵力的にはこちらが勝ってるんで、おそらく勝つことができるとは思いますけど、どうなるでしょう。はい、勝ちました。まあまあ順調ですね。まあ兵力差もそんなになかったんで、まあまあ順当といえば順当って感じですね。はい、これで予定通り日野城まで取れましたね。なんだと、いい感じです。時間もちょっと出てるんで、士官とかも受け入れていきましょうか。申し上げたし。はい、徳永長政を登用することができました。この乱結構強いんで嬉しいですね。使えてみるも良いか。はい、南光坊天海さん。まあ、お坊さんですね。まあ、この人、政務めちゃくちゃ高いんでね、人脈もあるし、かなり嬉しいですね。治療も、まあ、割と使えますね。使えるとするか。でもって、まだなんか攻めてきてるやつがいるんで、こいつを最後倒さないと、ちょっと話は終わらなさそうですね。まあ、甲賀衆も、あれですね、従属してくれてるんで、割といけるかもしれない。ここやって、たら、いけるんで、甲賀衆ちょっと出すか。お命令を。えらよ、進め。おっと、戦闘せずに相手退却していきますね。退却していくんでしたら、こっちも帰りましょうか。こっちも帰りますと。いかにすべきか。さて、武将も戻ってきたんで、治療をやっていきたいんですけど、まずここの観音寺城ですね。
観音寺城ほんまはこの親父殿ですね、久政には任せたくないんですけど、まあ、能力的にかなり低いんでね。ただ武将の数も全然足りてなくてですね、ここの、観音寺城なんですけど軍が10個もあるので、ちょっと久政に一旦お願いしようと思います。まあそのうち没収すると思いますけどね。感謝いたすぞ。伊能城は結構強い城なので、まあ一番強いこの磯野さんにお願いしたいと思います。まあ、これでちょっと自分自身の能力は下がっちゃうんですけど、まあそんなに下がらないんで大丈夫でしょう。弾けない。まああとはちょっと、他の細かいところにも修行していきたいと思います。とりあえず修行も終わりまして、今回の遠征で城が4つまで増えたので政策を制定していきたいんですけど、今回はこの裁量権以上をやっていきます。はい、48日なんでまあ1.5 ヶ月ぐらいかな。そしてここからは外交もしていきます。足利将軍ですね、足利将軍と同盟することによっていろんな勢力と停戦できるようにしておきます。まあそれにご近所さんなんでね。長政がちょっと、政策中なんで他のやつに任せましょうか。心得ましてござる。まあゆっくり内政してたんですけど、織田家がなかなか動きを止めなくてですね、まあこれ以上でかくなられるとちょっと困るんで、まあ、しかもなんかここら辺で臨戦態勢の準備をし始めてて、うちがターゲットになってないんで、おそらく西側のどこかの城やとは思うんですけど、まあ、ちょっとこれ以上でかくなられてもっていうところではあるんで、まあ、ここの伊賀上野をちょっと狙って、ここで、織田家を西と東に分断していきたいと思います。まあ、新宮城はまだ、織田の城にはなってないんですけど、まあいつ取られてもおかしくない状況ではあるんですけど、さすがにこの新宮城を回って、進軍するとなるとかなり養老もかかるんで、ここを分断できればおそらく西に織田が伸びるのはだいぶ阻止できるかなと思います。この伊賀上野を取った後はここの筒井城と高取城あたりを取って、まあ、取れるところまでここら辺取っていく感じになるんかな。ここまで来るとなんか雑賀城まで取っていいような気もしますけど、まあ、そこら辺はちょっと流れを見ながら考えていきたいと思います。ということで兵を出していくんですけど、まあ兵糧がまだ全然回復してないっていうのもあるんで、まあ7000ぐらいの兵でやっていきたいと思います。ついてまいれ。まあそろそろ合戦を起こせそうな状況なんですけど、まあ若干城の感じが変わってると言いますか、ここの石山ごぼうが、織田に取られちゃいましたね。それでこっちの伊丹城が、旗の家ですね。旗の家が荒木家に攻め入って、おそらくこれは取れるかなっていう感じですね。荒木家もまあ独立したんですけど、なかなか風前の灯火って感じですね。でもって、ここの伊賀上野もだいぶ兵が集まってきたんで、そろそろ戦を起こしたいと思います。これでいけるかな？はい。戦の支度だ。ただちょっと思った以上にやばいかもしれないですね。ただ兵力的には勝ってるからこれはいけるかな。それではやっていきましょう。はい、勝利です。よう戦ったぞ。鉄砲を思ったより発生しなかったんですけど、思ったより余裕でしたね。感じです。おっと、これはまた無駄なとこ取っちゃった可能性が高い。はいはい、二の城と十二の軍が当家に寝返ったと。はい、これで勢力目標も達成したんですけど、まあ、それで問題がこの亀山城ですね。まあ、この亀山城いつも問題になるんですけど、ここだけ取ってもあんまり意味がないんですよね。この亀山城取るんやったら、あの津城とか、ここら辺も取らないと、鳥羽城とか。まあ、とりあえずここは成り行きに任せましょうか。まあ、攻めてくる敵がいるのかいないのかはよくわかりませんけど、まあ、ほとんど出てる部隊がいないんで大丈夫そうではありますね。さて、ついに味方ヶ原の戦いが発生しました。
これで、武田家が、二俣城を制圧します。それで次の月になると、信長と義明の確執ということでイベントが発生します。このイベントのおかげで、足利と、織田との同盟が解消されます。で代わりに、足利と武田ですねと三好と足利が同盟を結ぶことになります。まあ、このイベントは足利家はいつも時代の流れとともに有力者のそばにいたっていう話を、まあ、細川さんがして、まあ、それで今もともと織田が結構勢力がでかくなってきたところやったんですけど、信長の包囲網とか、ここのあれですね、三方ヶ原の戦いとかで、負けが続き始めたので、まあ、これはそろそろ乗り換えるべきではないのかみたいな話で、まあ、乗り換えるっていう話なんですけど、ここの二俣城だけあれですね、武田城に行ったところでもう結構徳川が攻め入ってて、もうこれ武田滅びますね。全然見てなかったけど、いや、やばいっすね。上杉もかなり勢力でかくなってるし、いやー、武田さんも残念ですけどって感じですね。イベントは一応発生したけれどもみたいな。これでさらに織田の相手がしやすくなるんですけど、もうすぐでね、足利さんとも同盟が結べそうな感じなので、ここの同盟が結べたら、この筒井城ですね、筒井城を攻めるこの大きい道のルートを使えるようになるので、ここを使って攻め入りたいと思います。まあ、ただ問題はありまして、今回小さい勢力を吸収しながら大きくなっていったわけではないので、武将が結構不足してますね。まだなんとかなるとは思うんですけど、近いうちにどっかで武将をそれなりに補充しないとちょっときつい感もあります。まあ特にあれですね、城主にする人がちょっと少ないですね。まあまあまだいるんで大丈夫ではあるんですけど、まあ人材の心配はしてもね、今んとこは仕方がないので、まあ内政でもしながら同盟が締結するのを待ちたいと思います。おっと、織田家から同盟の約定の交渉が来ましたね。ただここで織田家と同盟を結んでいいことがあるかというとないんですよね。今、浅井家は朝倉と織田と、あと、足利将軍と接してるんですけど、まあ、攻めるとしてはこれは織田しかないかなっていう感じなので、これは拒否します。はい、残念です。それでは足利将軍の信用もたまったんで、同盟を結んでいきたいと思います。はい、まあ、同盟を結んだことによって織田家の信用が悪化しましたと。まあ、それはいいとして、通れるようになったんで、筒井城に、進軍したいと思います。出す兵力は8000ぐらいやったら十分かと思います。じゃあ行きましょう。ついてまいれ。おっと、台風がやってきて、これはきついな。なんか台風多ない？また内政やり直さないといけないですね。これはめんどくさい。非常にめんどい。さて、それでは合戦をやっていきたいと思います。はい、4部隊対8部隊やっていきましょう。はい、勝ちました。思ったよりもちょっと辛かったっすね。やっぱり国衆がちょっとそこまで強くないんで、それが結構痛かったっすね。はい、二人捕獲しましたね。敵将、絡め取った。お、姉が浩二さん。姉が浩二は登用できそうっすね。おお、それなら解放しましょう。はい、おー、いい感じですね。お、四季三城まで取れたかな。ありえぬ。あれ、いや、4の城、おー、高屋城まで取れてる。これはうまい。はい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 、いい感じいい感じ。あとはちょっと、まあ、治療できる武将がいるかいないかっていう話もあるんですけど、
できたらこの伊丹城とか芥川山城は取りたいですね。花熊城ぐらいにここら辺に接して、この別所と荒木は従属させたいんですけど、石山ごぼうまだ耐久ね結構削れてるから、今のうちに殴りに行くっていうのはありかな。浅井も結構兵糧あるし、石山ごぼうを殴りに行きますか。あとちょっと余力のある部隊だけ殴りに行きましょうか。命令を下され。だって石山ごぼうに取り付くことができたんで、もう強行で一気に落としていきましょうか。ああ、言うてもそれなりに硬いですね。本願寺とは同盟が切れたんですけど、まあまあ問題ないでしょう。お、結構、木村貞光、結構強いですね。いい感じです。これは嬉しい。動揺します。貴殿をある人を仰ぎましょう。もう言うてる間に石山ごぼうは落とせそうですね。もうこれ方位じゃなくて最後までちゃんと強行してください。はい、石山ごぼうを制圧完了しました。これは投与できるか。断られましたね。残念。だって、機内の話が初めて出てきましたね。多分あれかな、威風で取ってたら出てこないんかもしれないですね。機内の統一まで残り14の城です。ここはちょっと兵糧もないんで帰還させましょう。まあ、それはそうと治療していきましょうか。カトラもそろそろ城を与えたいですね。つつ以上、なるべく引き抜きとかのない、接してない城がいいんですけど、つつ以上あたりに高トラやりましょうか。一応治療を行いましたけど、スカスカですね。もうスカスカすぎてなかなかやばいですね。まあ、ここの高取城は今あれですね、まあ、朝倉に出してる、まあ、出陣してる部隊ですねの後々城主にしようと思って今んとこ開けてます。だってここからどうしていくかっていうところなんですけど、まあ、引き続き攻め続けたいと思います。次のターゲットは今のところこの長島城あたりにしようかなと思ってます。もう織田の領地も結構分割されてきまして、まあなかなか威風を起こすのが難しいような感じになってきてるんですけど、まあ、おそらくここの長島城付近、まあ、ここの尾張と美濃あたりであればまだ威風は起こせそうな感じなので、こっちに行きたいと思います。まあ、本当はここの岐阜城がね本拠になってるんで、ここは威風で取れないんで、ちょっと後回しにしてたんですけども、場所がなくなってきたんで出陣させていきたいと思います。というわけで、台風とかで農村がなくなったところは農村を引き続き開拓してほしいので、そこの人材だけ外して出陣したいと思います。はい、言うてる間にこれで合戦ができそうな感じに、はい、なりましたと。今回ちょっとさすがに相手12部隊かなぐらいになるんで、まあさすがに2部隊やときついかなという判断がありまして、3部隊、お市ちゃんを連れてきました。まあなんとかなってくれると思います。はい、勝ちました。いや今回はマジで激戦でしたね。ちょっとやばかったっす。鉄砲だけで倒せるっていうのもなかなか限られてるんで、まあ、そんなにね、そうそう発動したりしなかったりっていうこともあるんで、同じぐらい削られちゃいましたね。なんとか最後は、要所を制圧して勝ちました。おとなしくしていてください。はい、一人捕らえまして、まあ、来ないでしょうけど、返しましょうか。拾った命。おい、おお、すさまじい。さすが威風卿。まさか。7の城と47の軍が当家に寝返りましたと。はい、いい感じです。これは超絶うまいな。このあの津城が取れたのがかなり想定外ですね。想定外でうまい。鳴海城も取れた。ああ、いいですね。
はいはい。ああ、もう全然想像以上にいい、あれですね、収穫でしたね。ただ、大丈夫かな？なんか徳川に攻められそうな気もしますけど、まあとりあえず士官やっていきましょうか。恩情つかまつ。修行したいのは山々なんですけどね、7つの城があると言われても、今配置できる、武将2人しかいないんですよね。しかもその2人ともめちゃくちゃ弱いっていうね。まあなので、まあ、ここの長島城ぐらいは適当に配置しとってもいいんですけど、ちょっと圧倒的人材不足ですね。まあ治療する武将が全然いないんですけど、この制度改新をちょっと進めていかないと重要な城に強い武将を配置できなくなるので、とりあえず進めていきます。はい、それでよい。はい、これでとりあえず2になった。多分3にするには維新が必要なんで、朝廷の交渉とかもやっていきたいですね。ただまだ官職を持ってないので、交渉することができないと。あれですね、朝廷がお金をせびりに来るのを待つしかないですね。それまではなんとか誰も攻撃してこなければいいんですけど、これだけ城を奪っておいたら織田は多分攻撃してこないとは思うんですけど、言うてまだこっちの北陸とかにちょっと城持ってるんで、どうなんかなっていうところはありますね。岐阜城めっちゃ近いしね。はい、ここからまあどうするかっていうところなんですけど、まあいろいろいくつか案はあるんですけど、その中で人材の補給が最も簡単な方法を考えつきまして、それをやっていきたいと思います。まあ、それはここのあれですね、織田城の本拠の岐阜城を落とすというものです。まあ、見てもらったらわかるんですけど、織田のここの本拠ですね、武将が117人いるんで、まあ、落としたらだいぶいろんな武将を捕獲できると思うんですよね。そうすればだいぶ武将も補充できるのではないかという、そういう企みを持ってます。まあ、それと岐阜城やっぱりちょっとこれ近すぎるんでね、ここにいると邪魔なんですよね。まあ、それもあるんでちょっとこいつを、取りに行きたいと思います。ラス軍は基本的にここのあれですね、浅井、長政隊を出していくんですけど、まあとりあえず全軍で出して問題ないとは思うんで、これで行きます。まあ、あとは、国衆をそこら中から連れてきて、街道封鎖をやって、ここの岐阜城を落としたいと思います。織田信長ね、能力高すぎるんでね。この城は我らが落とす。だって、まあ、西側は取り付いたんですけど、全部の街道封鎖が完了するまでは、まだ強行はしないままで行きたいと思いますと。おっと、出てきて合戦できるようになりましたね。そうなったら、はい、ボコボコにしてやりましょう。立ち行ったぞ。勝ちの気を上げるのだ。はい、勝ちました。さて、これで岐阜城の邪魔者もいなくなったんで、すぐ落とせるような気はしますけど、はい、制度改新のレベル2が完了しました。やっぱりレベル3はちょっと維新がさらに追加でないと無理そうですね。武将はおそらく問題ないと思うんですけど、まあそれはそうとして、ここからは岐阜城の攻撃に移っていきましょう。お、朝廷が来ましたけど、さすがにまだ上がらんか。これで今の包囲ダメージが、毎ターン 30?強行で90になってるから、とりあえず今この制圧してる部隊が終わるまではちょっと一旦待ちましょうか。ここの制圧が終わって街道封鎖の、4分の3でいけたらだいぶ能力は下げられると思うんですけど、ただね、結構部隊がやってきてるのがちょっと気になるところではありますね。大丈夫かな、大丈夫かはかなり怪しいですけど。なるほど。徳川とかからも援軍は来てますね。来てますが、大丈夫かな。合戦はできる状態なんで、大丈夫やと思うんですけど、はい。いかがしましょう。いざ進め。戦が始まるぞ。これで合戦だけやっていきます。我が部の見せ所か。惜しく、よう戦ったぞ。思った以上に食らいましたね。
ご命令を下され。だって包囲にかかっていくんですけど、それでもこれはやばいか。3分の4でこれぐらいか。これでどれぐらい入ってる ?37。40ぐらいやとして、2、3ヶ月ぐらい囲んでたら落とせそうですね。ちょっと兵力がなくなると困るんで、ちょっと囲んでいきましょうか。兵糧が足りなくなってきたら、ちょっと部隊を交代して、岐阜城を取っていきましょうか。あ、ついでに岐阜城、あれですね、結構開発されてるんで、どっちみち方位で取った方がいいのはいいですね。ここら辺の援軍来てる部隊だけ合戦でちょこちょこ倒していって、なんとか取りましょうか。なかなか減らないですね、耐久が。耐久が減らんし、兵糧がもうやばいしっていうところがあるんで、ある程度のところで一旦帰りたいと思います。これちょっと何回か攻めんと、取れへんかな。だってとりあえずあれですね、いかにすべきか。合戦でなるべく倒せそうなやつは倒したんで、ご命令を下され。あとはちょっと引き継ぎの部隊を連れてきてるんで、交代しながら包囲のダメージを入れていきたいと思います。なかなかきついっすね。一体いつまでかかるのやらって感じですが、次はどのように。みんな戦を始めますよ。さて、今二交代目と言いますか、第三陣になるんですかね。で、本体がちょうどついたところなんですけど、ちょっと紹介するの忘れてたんですけどね。同様で、大谷義嗣さんが来ました。めちゃくちゃ強いです。統率、知略、政務と全部80以上あります。まあ、武勇がちょっと低いですけど、まあ今のね、メンバーからするとかなり強い感じになってます。まあ今のところ大谷義嗣はこの浅井長政の代官のところに入れて軍功をなるべく貯めるようにしてます。まあ380何がしですけど、やっちゃいますか。まあね、ちょっとでもダメージ入れたいんでね。大志くん、よう戦ったぞ。はい、まあ鉄砲一撃ですね。ついでに勢力目標も達成しましたね。はい、まあそれはそれでいいんですけど、なかなかあとどれぐらいかかるか全然想像もつかないですね。なんか思った以上に時間かかってるんかな。なんかもともと3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで落とせそうとか言うてたような気がするんですけど、もう完全に読み違えてる。まあ、コンスタントに40とか入ったりしてないっていうのもあるんでしょうけど、もともと7000ぐらいやったんで、30ダメージ入ったとしても、30ダメージとかやったら200日ぐらいかかるんで、半年以上かかる計算になりますね。なかなか辛い。まで32なんでね、ちょっときついな。お、はい、また新しい武将が来ましたね。お疲れするとしよう。多分今回の方位でなんとかいけるとは思いますけど、とりあえず頑張って、まあね、ここら辺も追い払いながら、防衛戦をやっていきます。我が部の見せ所か。お、朝廷がやってきまして、これでおそらく維新が這い上がりましたと。ただ、若干足りんな。いよいよ岐阜城が落とせそうなところまでやってきましたね。いやー大変でしたね。もうどれぐらいやってるんか覚えてないですね。多分5月か6月ぐらいから包囲してるんで、丸半年ぐらい包囲してるんかな。もっとか。やっぱり半年ぐらい包囲多分してますね。さて、いよいよ落とすことができます。お、建設も完了して、はい、いよいよ、はい、岐阜城制圧完了です。はい、あー、いっぱい捕獲しました。これで多少は人材補給できるでしょう。いいだろう。はい、あ、26人、これはうまい。あ、でも同じぐらいあれですね、逃げましたね。あ、この池田線が池田さんに見えましたね。まあ、とりあえず、全員解放していきます。感謝します。
はい、これでだいぶ人材補給できましたね。いい感じです。今回の岐阜城を攻略するにあたって、まあ、かなり何回も何回も合戦したんで、まあ、もうカットしてると思うんですけど、この時に2人ほど有力な武将を討ち取りまして、誰やったかな？あ、そうそう、丹羽長秀と木下秀長を討ち取りました。まあ、別に初段したわけではなくて、普通に戦の途中の不慮の事故ってやつですね。まあ、事故なら仕方がないということで、まあ、一旦はこれで変える感じにしましょうか。いやー、疲れた。ちょっと半年がかりの戦はもう勘弁してほしいですね。岐阜城の半年の包囲攻撃のせいで、だいぶちょっと精神的に疲れまして、ここら辺見逃してたんですけど、いつの間にか、ここの畿内の織田の軍がちょっと侵攻を始めてますね。で、ここの花熊城ですね、荒木家の城を、まあ、最後の城を取ろうとしてるんで、これはちょっと咎めに行かないといかんかなということで、軍を出していきたいと思います。ここの筒以上ですね、筒以上から兵を出して、あと他のところからも兵は出していきたいと思います。これだけいればとりあえず大丈夫でしょう。ここの伊丹城は取りたいところですけど、二方向は別に行こうと思えば行けますね、まあ、帰ってくるのであれば帰ってくるでいいんですけど、なかなかままならない感じですね。いや、結構防衛出てきたな。これは落とせないのではないのか。2700、こっちも全部合わせて6000ぐらいあるから、頑張れば落とせるか。高屋城とかからも兵を出せばなんとかなるかな。まあ、ここら辺ももう兵士も、マックス回復してるんで、出しちゃいましょうか。能力はやっぱりちょっと一段織田の軍と比べると落ちるんですけど、まあ嫌がらせがてらここら辺も攻めたりしちゃいましょうか。おっと、石田三成が元服しました。これは強い。セーブめちゃくちゃ高いですね。さすが混乱、まあ、基本的にあれですね、内政特化の特性って感じですね。あと、それとちょっと言うの忘れてたんですけど、本拠移転しまして、今岐阜城に移転してきてます。一応戦闘が始まりましたけど、これは互角ぐらいかな。今東道高虎が来たおかげでしょうね。その間にここら辺の軍をちょっと取って嫌がらせをしていきましょう。さすがにここの伊丹城とかは取れなさそうなんで、まあ、ここら辺の軍だけで荒らしてやって帰りましょうか。まあ、ここら辺も軍取れるかと思ったんですけど、取れなさそうなんで、取れるか。まあ、ちょっとあんまりリスクを犯す意味もないんで、帰りましょうか。芥川山城を強行というか包囲して、今強行していってますね。おそらく落とせると思うんですけど、このまま殴っていきましょう。はい、これで芥川山城を落としました。お、投与できるか。うーん、残念。解放しましょう。礼を申し上げる。帰ってもらいましょうか。伊丹城も落とせそうなんですけど、伊丹城は、まあ、荒木の軍は別に伊丹城を狙いに来てるわけではないと。で、矢上城にも、嫌がらせのために派遣した国衆がいるんですけど、ここのままここにいても仕方がないので、まあ、軍をちょっと荒らして帰りましょうか。このままも帰りましょう。だって芥川山城を落とし終わった後何するかなんですけど、まあ、考えてるのは2つ、まあ3つかな、2つか3つぐらいありまして、まず1つがですね、1つはここの織田の本拠である金山城を攻めるというものですね。ただ今こっちの、なんていうんですかね、こっちの鳥羽城とかから出てる援軍、今織田家が上杉家と戦ってるんですけど、まあ、その援軍に向かってるわけですね。で、今攻めるとちょっとこの援軍がこっち来ちゃうかもしれないんで、まあ通り過ぎたぐらいに、こちらも攻めに行こうかなと思ってます。
でもってもう一つはここの痛み城ですね。痛み城を攻め入るっていうことですね。まあ痛み城とできたらこの矢神城を一緒に取るっていうところなんですけど、おそらく一緒にはちょっと取れんかなっていうのはありますね。まあ、それに痛み城取ってからの方がここの矢神城も攻めやすいんで、あーでもここあれですね、なんか何やら赤池の領地になってるっぽい。挟み撃ちはちょっときついんかな。まあいっか、どっちにしろこの痛み城から先に取る形になるかなと思いますね。もう一つはこっちの岸和田とか雑賀とかを取っていくところなんですけど、まあまだもうちょいこっちの痛み城とか終わってから行こうかなと思いますね。まあ、というのもさすがにちょっとまだ内政全然進んでないんで、ちょっと同時に行くには兵力が足りないかなっていうところがあるんでね。まあ、兵数的には全然勝ってるんですけど、やっぱり織田の軍勢能力が全員高いんでね、まあ、倍か 1.5 倍ぐらい兵を持っていかないと安心して落城させれないっていうのがありますね。ということで、まあ、痛み城の攻略から先にやっていきます。まあ、ここら辺の兵力回復してる国衆を連れて行って、まあ、囲って取る形にしたいと思います。あれでもここ90人いっちゃったらさすがにちょっとかかりすぎか。普通に軍を出しても80日か。普通に軍出しますか。じゃあ城を落としてこようぞ。遅れずついてまいれ。だってそろそろ包囲が完成するんですけど、包囲できても能力的に負けてる。これは殴り落とすしかないですね。さすが秀吉の城ですね。まあ、頑張って殴っていきましょう。多分そこまで耐久はないんで殴り落とせると思います。援軍がやってきたんでこっちも援軍を出したんですけど、さすがにちょいきつい感はありますね。んー、だいぶやばい。はい、これで最後の攻勢をかけて終わりかな。なんとか、はい、痛み城制圧完了です。お、戦国ゴンベイ捕らえました。これは投与できそう。はい、あとはこの入り込んじゃってる部隊を倒して終わりかな。痛み城を取ったことでここの荒木家を従属させれるようになったんで従属させていきます。ここの別所も、はい、従属させれるんで従属させましょう。ここの赤池もいけますね。赤池も従属させていきます。赤松家はさすがに無理か。朝廷との交渉が終わったんでこれで維新が増えましたね。これでおそらく制度改新のレベル3が制定できるようになったんで制定していきましょう。これでようやく城主を移動させることができますね。わかりました。さてさて、ここの木曽福島の戦いがどうやら終わったみたいなんで、ここの金山城に攻め入りたいと思います。まあ、本当はここら辺の兵力がもっと減ってくれることを期待してたんですけど、全く減ってる様子がないので、まあ、おそらくそれなりにでかい戦になりそうな気はしてますね。まあ、あと上の方でなんかちょろっと、朝倉と上杉ですねが戦争をしてます。まあ、それはいいとして兵を出していきましょう。城を落としてみせる。ついてまいれ。だってそろそろこれで合戦ができるようになりましたね。これで7部隊か。あと1部隊入ればいいんですけど、どうやらちょっと無理そうですね。この部隊が回り道してるし、家康隊は直進してますけど、まあ、ここで合戦やっていきましょうか。はい、勝ちました。うん、まあまあですね。なんだと。はい、二の軍か。まあちょっとしょっぱいですけど、まあ致し方ないでしょう。ということで
続き攻めていきましょうか。ご指示。ちょっと遅れて家康が来たんで、こいつもはいぼこしていきましょう。はい、勝利です。はい、蹴散らし終わったんでまた取りに行きましょう。なんか思ったより、おっと、同方名延長朝倉これしたくないんですけどね。もうしなくていいかな。消費、他の勢力も不審になるのはちょっと嫌ですね。まあまあ続けときましょうか。さて、ここの金山城は普通に叩き落としていきましょうか。強行入ってますね。強行でやっていってもらいましょう。ちょっと遠くから、おそらく鳥羽あたりからやってきた軍ですね。がいるんですけど、ここはちょっとなんとか。次の命令は何でしょう。倒しておきましょうか。お、モミーさんがやってきてくれましたね。陣を構えなさい。はい。じゃあここの援軍もやっていきましょう。大志くん、よう戦ったぞ。はい、まあやっぱりあれですね、国衆撤退すんの早いんで割と簡単に勝てましたね。だってこれで言うてる間にも落とすことができるでしょう。あともうちょい。あ、出てきましたけど、もうほっといてもいけるでしょう。はい、金山城制圧完了です。これでまた大量の武将が捕獲できました。稲葉一徹あたりとか結構投与できそうな感じはありますね。はい、お使いいたします。お、20名の投与に成功しましたと。で、21名、一徹まだ無理な。あー、まあいいでしょう。解放します。次こそ負けるわ。はい、20人増えました。また人材補給これでできましたね。ただやっぱりまだちょっとなんていうんですかね、この侍大将に行けてる武将がちょっと少ないんで、これはちょっと時間かかりそうですけどね。まあ人がいればあとはなんとかなるっていう感はあるんでね。だってまああれですね、こちらが金山城を攻略したせいで木曽福島の、防御が薄くなったところに上杉が攻めに来てますね。これはどうしようもない。しかもこれ桜ボラ城も取りに来てますね、上杉。これは守れるのか。いやー、これ守れなさそうやぞ。桜ボラ城ね、ここも欲しいっちゃ欲しいんですけど、今度はこの郡上八幡が本拠になってるので、本拠をちょっとずつ攻めていって、徳川じゃなくて織田の人材を吸収していきたいと思います。まあ、とりあえずちょっと一旦兵士が帰らないとまた出陣できないんで、兵士が帰るのを待ちましょうか。ここからどういう風に外交を進めていくかっていうのがかなり重要にはなってくるんですけど、まあ、上杉と結ぶか徳川と結ぶかっていうところなんですけど、徳川一時期外交してたんですけど、織田と戦争するようになって、たまにこう援軍来たりとか、なんていうんですかね、なんか国境沿いの争いみたいなんがちょっとありまして、もう完全に信用がゼロまで下がってるんですよね。ただ徳川の方が若干上げやすくはなってる。まあ同盟結ばんでも守れるっちゃ守れるんで、それに上杉と同盟結んでしまったら、この朝倉が完全に潰されようとしてる時に止められないっていうのがあるんで、まあちょっとの間様子見していきましょうか。さて、制度改新のレベル3が制定されたんで、ちょっとまた城主の変更とかやっていきましょうか。ここら辺の東道高虎とか、もっとねこっちの戦争する方に回したかったんで、ちょっと移動させていきたいと思います。ここの木曽福島と、あと桜ボラ城ももう上杉に落とされそうな状況になってるので、まあ、そろそろこの郡上八幡を攻めに行きたいと思います。まあ、こんだけいれば十分でしょう。いざ
あと南部隊かだけ連れて取りに行きましょうか。さて取り付いて郡上八幡を今攻略してってますね。なかなか、お、また新しい人材がやってきましたね。跡部さんですか。貴殿にわしを扱えますか。もうそろそろ兵が出てきそうですね。おっと、ああ防衛軍が、ああ朝倉、あ、まあそれやったらいいでしょう。そろそろ信長の兵も出てきそうですが、まあ、出てきてもなんかもう兵少ないから合戦しなくても良さそうですけど、はい、出てきたけど瞬殺しまして、はい、郡上八幡制圧完了です。そしてまたいっぱい捕らえました。お、今度は稲葉一徹がいないですね。どっか行っちゃったんかな。まあいっか、とりあえず投与します。13人、だいぶ増えました。はい、18人が投与に失敗しましたと。解放します。後で食いても遅いぞ。はいはい、人材補給は順調にいってますね。で帰還しますと。まあここからですね、ここから織田の本拠がどこに移ったかっていうところなんですけど、まあ、今度は完全に上杉と接してしまったんで、上杉との関係をちょっと考えないといけない時期にやってきたのかもしれないですね。次の織田の本拠がここの鳥羽城に移ってますね。鳥羽城に移ってるんやったら次は鳥羽城を目標にしていきましょうか。それでは引き続き織田を追い詰めていきたいと思います。本拠が鳥羽城に移ってるので、まずこの大河内城から攻略していかないといけないですね。ということで、また出陣していきましょう。みんな、続け。だって、そろそろ戦が始まりそうですが、これは問題なくいけるか？はい。はい、合戦がいけますと。4対4、ただ兵力差がなかなか凄まじい。立ち行くぞ、勝ちの気を上げるのだ。はい、さすがに余裕と言いたいところなんですけど、思った以上に兵力やられちゃいましたね。驚きぞ。はい、これで4の軍が寝返りましたね。これで割と簡単に落とせるんちゃうかな。か、はい、城攻めを始めよう。包囲が完了して、あ、ここあれっすね、もう兵数がいないから速攻で落とせそうと言ってる間に1人亡くなっちゃいましたね。よろしいですか。城攻め、はい、大川瀬城制圧完了です。逃がすかよ、観念しな。お、3人、秘伝を主と。はい、あ、2人投与できましたね。まあ数マスは仕方ないでしょう。ご恩は忘れません。道路的にも全く問題ないんで、このまま鳥羽城を攻めに行きましょうか。はい、我が部の見せ所か。城を落としてみせる。鳥羽城を今攻めてるところなんですけど、よくわからないんですけど、明智がこのまま大河内城を狙ってきてますね。ただここでも合戦は発生させられるので潰していきましょう。ただちょっと能力差があるんで大丈夫かな。その目でしかと見たか。はい、勝ちました。思ったより接戦でしたね。まあさすがにあれですね、明智光秀と、柴田勝家なだけありますね。それでは引き続き鳥羽城を攻略していくわけですが、あともうちょいで落とせそうな感じはありますね。我が部を示す時が来た。できながら見事我らが城を落としたぞ。はい、完全に部隊を倒して制圧完了です。はい、またいっぱい捕らえましたが、そろそろ投与できる武将も限られてくるんちゃうかな。いや、でも11人投与できましたと。これはうまい。ありがたく帰らせてもらうわい。
さて、寝返り投与も出始めたんで打っていきましょうか。お使いしよう。はい、稲葉一徹と八須賀家政ですね。お使いいたそう。で、最後の一人が筒井純慶さんになります。貴殿にお使いいたそう。とりあえず大河内城と鳥羽城の治療はやったんですけど、まだあれですね、城主を決めることはできても、その下のところまで武将を回す余裕が全くないですね。ここの赤松家なんですけど、いつの間にか城が一つまで追い込まれてるので、はい、従属させることができるようになってるみたいですね。なんか当主も変わってるっぽいんかな、これは。まあ、従属させていきましょう。やむを得ぬ。あとはですね、信長の居城が新宮城に移ってるんですけど、こっちの岸和田と雑賀ですね、が先ほど援軍に来た関係でかなり兵数が減ってるんで、まあ今のうちにちょっとここら辺のを攻めていきたいと思います。取れるところから取っていきましょう。遅れずついてまいれ。さて、岸和田城の包囲が始まりまして、殴り始めてますね。で、下の方では明智光秀と戦ってるんですけど、強すぎて勝てる気配がないですね。帰りましょうか。ちょっとちゃんと帰ってくれ。よろしいでしょう。はい、やりました。あー、追撃で完全に部隊取られちゃいましたね。まあちょっとしゃーないですけど、はい、必ず野生します。こんな感じで出しときましょうか。おっと、石和田もうちょっとで落とせそうですけど、織田の軍がやってきましたね。織田信長がやってくると、さすがにちょっと落とすのはきついか。まあでも信長があそこまで来てるっていうことは、ここの新宮城が手薄になってるので、このチャンスに攻め入りましょうか。おっと、ここ金ヶ崎城、朝倉取られてますね。ここはちょっと譲れないんですよね。ちょっと、新宮城行こうかなと思ったんですけど、ここがなかなか美味しいことになってるんで、ここを取りに行きたいと思います。ついてまいれ。まあ、ご近所さんなんでね、すぐ行けると思います。ただ新宮城は新宮城で攻めに行きたいんで、ここら辺の舞台で向かわせましょうか。はい、ここら辺の残ってる舞台も連れて行きましょう。こっちの金ヶ崎城なんですけど、結構大きい戦になる可能性があるんで、ちょっとこっちの本体も向かわせておきます。こんな感じでいいでしょう。ここの岸和田もうそろそろ落とせそうなんですけど、さすがにちょっと援軍が結構来てて、正面からぶつかると多分やられちゃうんで、一旦帰りましょうか。金ヶ崎城は普通に到着してるんですけど、結構なんか軍にスルーされてるので、強行で落としていきましょうか。はい、そんなこと言ってたら兵が集まってきましたね。ただ、少数なんでほとんど問題なく全員、はい、倒して制圧完了です。これで一旦問題はないかな。我が部の見せ所か。そうですね。で、朝倉がもう同盟が続かなくなってしまったので、朝倉従属できると思ってなかったんですけど、なんか従属のやつ出てきましたね。何なんですかね。威信的には負けてるはずなんですけど、まあ従属してくれるのであれば従属させましょう。これでここら辺はほとんどが従属になりましたね。まあ足利将軍のところがあるんで、ここは同盟なんですけど、まあまあいい感じではありますね。はい、新宮城につきまして強行が始まりました。ただ援軍が来てるので、間に合うかどうかがちょっと怪しいですけど、はい、援軍は到着しましたけど、おっと、はい、なんとか援軍は到着しましたけど、これは撃退できそうですね。いい感じです。
ただ兵糧が若干やばいか。まあ大丈夫でしょう。敵兵、はい、敵兵も倒して、あとはこれ、いやこれ強行間に合わんな、間に合わないし、信長出てきたんでもさすがに返しましょうか。城へと引き返します。ちょっと追加の部隊を送りますか。ここの金ヶ崎城を取ったんで。ここから兵を出していきましょうか。若干兵糧が足りないんで兵は削ってこんな感じでいきましょう。みんな続け。まあ、新宮城を攻撃してるんで、まあ同時攻撃という意味も込めて、はい、もう一度ここの岸和田を攻めに行きたいと思います。これでさすがに落とせるでしょう。わしに続け。はい、岸和田制圧完了です。縄についていただこう。あ、官兵衛ちょっと忠誠下がってますね。ただ無理か。感謝いたします。はい、これで城一つ取れましたね。まあ、一旦ここが取れたんであれば、ちょっと新宮城が取れるまでは、こっちの機内もおとなしくしておきましょうか。さて、新宮城に着いたんで、早速殴っていきましょう。戦の支度だ。これはほっとっても大丈夫でしょう。我が部を御老したか。大すまぬ真似をいたしました。さて、そろそろ新宮城も落ちそうな感じではありますね。最後に兵が出てきたんで、これはちょっと合戦でやっちゃいましょうか。はい、余裕ですね。とはいえさすが信長って感じですね。はい、あとはもう落とすだけですね。はい、新宮城制圧完了です。これでまたいっぱい捕らえたんで、はい、13人投与完了。いい感じですね。さすがにここら辺まで来るとなかなか投与できる数も限られてきますね。あっ、でだいぶ領地が広がってきて、ほぼほぼあれですね、機内と終わりぐらいかな、終わりぐらいは収めたっていう感じはありますね。あとここら辺の近江も完全に抑えてますね。でここの要所の金ヶ崎城もちゃんと取れたし、こっちの西の方はほとんど従属させれてるんで全く問題ないかなっていう感じですね。あとは従属九州がいつ出るかっていうところですね。まあ、あと全国的には東北は普通に南部と伊達がやり合ってる感じで、まあ、そこにちょっとあれですね、上杉が割り込んでるっていう感じですかね。というかあれですね、これいつの間にか上杉家イベントでなんか分かれてる？まあいっか。で、関東の方は北条が完全に、持っていってまして、武田が滅ぶと思われてたんですけど、おそらくこの徳川が上杉にこう叩かれてる間にここら辺の城を取り返してなんとか盛り返してるっていう感じですね。ただ一度城を取られてるんで、ここからあの復活はなかなか難しいと思いますね。でもって四国は長宗我部が大体抑えてて、浮竹もなんかちょっと最初よりはでかくなってますね。で、中国はいつも通り毛利が抑えてて、九州もいつも通りあれですね、島津がいて大友がいてっていう感じですね。ただやっぱり島津が抑えそうな感はありますね。あとは信長の本拠がこっちの西下城に移動してきてるんで、あとはここら辺を攻めていって最後に信長を吸収したら一旦落ち着くかなっていう感じではありますね。これでは信長を吸収しに行くためにまず西下城から攻めていきたいと思います。ちなみに3つの城を今信長は持ってるんですけど、この全ての城はそれぞれ孤立してるんで援軍を出してくることはないと思います。ただね、3つの城に凝縮されてるせいで各城の能力がおかしいことになってますね。西下城とかもうほぼ全て100になってますね。頭おかしいですね。
ただ言うても兵数はそこまでないんで、今回はね、この数の暴力で、圧倒的数の暴力でこいつを倒していきたいと思います。城を奪いに行くぞ。はい、数の前では能力など何の意味もないことを教えてやりましょう。遅れてはならぬぞ。おっと、こちらが織田と遊んでる間に、何やらあれですね、赤松の城を毛利と、こちらの浮竹が狙ってきてますね。どっちがメインなのかがわからないですけど、あ、結構来てるな。ちょっと防衛しに行ってあげましょうか。まあ、兵も十分とは言えないですけど、まあ大体帰ってきてるんで問題ないでしょう。とりあえずこの城向かわすか。はい、続け。さて、最下城に取り付いて攻撃始まりましたね。まあなんとか街道封鎖とか合わせてトントンぐらいの能力になってるんで、まあこの兵数差であればおそらく勝てるでしょう。問題はここの五着城にこちらの軍が届くのが間に合うかというところですね。お、以上で、はいはい、米問屋が完成しました。ちょっと本体が間に合わないかもしれないんで、ここら辺の痛み城とかぐらいからも一応出しておきましょうか。ちょっと間に合うかわからないですけど、はい。お指図願えますか。出陣する。あー、これ今気づいたんですけど、自分のところの心中してる相手も防衛お願いできますね。なんで別所とかもちょっと行ってもらいましょうか。ここら辺の荒木はいけないと。あー、まあかなり限定されるみたいですけど、防衛できるんやったらまあ多少はマシかもしれないですね。ここの五着城から兵が引いていくみたいですね。兵が引いていくんですけど、多分このままこの兵力を置いてたらまた同じように攻められるんで、ここの沖潮か、ここの武田城、どちらかは攻めに行かないといけないですね。まあ、とりあえずこっちの軍がついてからにしましょうか、それは。ここら辺のやつは返しましょう。いかがしましょう。ここの最下城は特に反撃も何もなく、もうそろそろ落とせそうな状況ではありますね。まあ、最後の最後に出てくるような気はしますけど。はい、出てきて信長も倒して、これで、はい、大火城制圧完了です。敵将を捕らえたわ。はいはい、またいっぱい捕らえましたね。忠説を尽くします。はい、まあ、大体10名ずつぐらい人材補給できてってますね。はい、24人が同様に失敗と。解放します。礼を申し上げる。はい、いい感じですね。ということで、お、一貫するんですけど、寝返り士官も出てきてますね。これは嬉しい。上申いたします。はいはい、的場さん。必ずや全うします。寝返り士官で大関高松さんですね。完全内政特化の武将ですね。貴殿にわしを扱えますか。でもって、佐久間盛政。まあ結構あれですね、使いやすい武官って感じですね。お使えいたそう。最後が的場、正長さん。武勇と知略が結構高めですね。砲術持ちなのがかなり嬉しい。お使いしよう。で、次の織田の居城は洲本城になってますね。まあ、洲本城も行ってもいいっちゃいいんですけど、どうしましょうかね。まあ、それでここの五着城を狙ってた軍にお仕置きをしないといけないんで、まあ、適当な城でも目標にしときましょうか。でも結構ここまで来るだけでも兵糧きついですね。兵糧きついし、押し置きしてる暇あるか？かなり微妙やな。30日じゃ行って帰ってこれないですね。ここら辺まだ自分の城じゃないんで、騎乗できないんで、もう今回はしゃあないんで帰りましょうか。騎乗する。それか帰らずにこのまま洲本城を落とすという選択肢もある。か、40日あればいけるやろ。じゃあもうこのまま洲本城行っちゃいましょう。もうついでなんでね。あと他のところからもちょこちょこ出しましょうか。なんか知らんうちに織田があれですね、黒以上攻めに来てますね。いや、なんか普通にちょっと出てるなとは思ったんですけど、ただちょっと元の軍取り返しに来てるだけなんかなぐらいに思ってたんですけど、ちょっと近くのやつらに
防衛をお願いしましょう。話はまとまったな。はい、足利さんと朝倉さんにお願いしたんでもう大丈夫やと思いますね。ここの洲本城ですが、なんとか落とせそうなんですけど、浅井と鈴木の兵糧がもう意味をわからんほど少なくなってます。モグラ攻め10日か、やる意味あるかこれ。まあやりましょうか、そこまで言うのなら。ただ兵糧の減りは全然収まらない。兵糧がやばくなって、はい、しかも失敗するし、はい、ここで浅井の兵力もなくなってしまうけど、なんとかなんとか洲本城落としました。はい、捕獲したんで投与していきます。8人、そして17人失敗と。拾った命無駄にはせぬ。ただ寝返り士官が出てきたんでやっていきましょうか。寝返り士官は小西行長ですね。かなり強いですね。どちらかというと内政寄りなのかもしれないですけど、戦闘もバリバリいけそうです。精神誠意お使いします。でもって2人目が、杉浦玄人ですね。まあ結構強いんですけど、年齢が結構いってるんでね、いつ亡くなるかがよくわからないですね。我が主の力を。あとはここの浮竹を追い払ったら終わりなんですけど、なかなかね、さっきからこの浮竹が攻めてきてめちゃくちゃ鬱陶しいんで、ちょっとこれからも対応考えていこうかなと思います。さて、なんとか浮竹は帰ってくれてるんですけど、多分何回でも来そうなんで、ちょっと一発小づかないといけないですね。まあ、今はまだ織田吸収できてないですけど、織田が吸収できたらここの上杉家の勢力をちょっと削りに行こうかなと思ってたんですけど、どうやら先に浮竹の対処するのが先みたいですね。ちょっとそのために本城を移転したいと思います。ここの観音寺城行きます。あと洲本城とかを取ったおかげで、はい、長宗我部を従属させるようになりました。なので長宗我部を従属させて、こちらの河野家もいけるでしょう。はい、とりあえず浮竹をやる前にですね、まず信長にとどめをさせないといけないんですけど、何やらこの赤池の城を狙ってるみたいなんで、ちょっと守って、その流れでこの八神城を取りに行きましょう。お指図を頂戴したく。まこと不甲斐なし。あー、これはちょっと守りに行くの間に合わなさそうですね。これはきちい。あ、これは無理やな。これは無理なんで、お指図を頂戴したく。このまま、八神城落としに行きましょうか。あれ、もう一部隊どこいる？今このまま黒井城を落としに行く部隊と、こっちの八神城を落としに行く部隊で分かれましょうか。もうこれでいけるでしょう。お指図を城を奪ってみせます。あー、しかもまた浮竹来てる。めんどくせえ。だって信長とも接触したんですけど、これはほっとっても大丈夫でしょう。はい、信長をやったんで、あー、でも二州ちょっとやっちゃいましたね。まあいっか、もうこのまま八神城行きましょう。まあ、言うてる間にこの従属九州出てきたんでやっていきます。でもっていい感じでもう強行が始まってるんで、このまま黒以上も落として八神城も落としてもらいましょう。多いじゃなくて強行で、はい、落としてください。おっと、そんなこと言うてたら武将がなくなっちゃいましたね。城攻め。はい、黒井城制圧完了です。敵将我が手に落ちた。はい、まあ投与できるかわかんないですけど、投与できましたね。はい、残念。いやー、赤池は守ってあげたかったんですけどね、さすがにちょっと遠すぎましたね。ここの部隊はそのまま、はい、八神城を攻めに行きましょう。こいつはさすがに帰らすか。まあ、従属九州1回分得したと思っておきましょうか。さて、そろそろ終わりが見えてきましたよ。ようやくです。
大いじゃなくて最後まで強行してください。はい、矢神城制圧完了です。これで織田家を滅亡させました。いやー、敵将を疲れました。ようやく織田に分からせてやることができました。はい、いっぱい捕獲したんで投与していきます。59人か、まだ結構、あ、2人だけ、2人だけやったら解放してあげましょう。このご恩は忘れぬ。はい、いやー疲れた。それにしても侍大将11人増えるも結構でかいな。これは激うま。さてとりあえず帰りましょう。まあ、それで織田家を滅ぼしたことによって徳川家が、婚姻同盟なくなったんで、これで従属させることができますと。従おう。はい、まあ従属させたのはいいんですけど、ここから従属させたら、上杉からこっちも守らないといけなくなるんですけど、まああとあれですね、武田もちょっと攻めてきてますね。まあ、一応ちょっと二俣城に援軍でも出しておきましょうか。ご命令をくだされ。急ぐぞ。はい、これで一気に武将が増えました。はい、このゲームの主人公織田信長さんです。もう能力バリ高です。というかこれあれですね、これ家宝持ってて中世11って多分もともとめっちゃ低いんでしょうね。あとは明智光秀に、木下秀吉、豊臣秀吉ですね。で、柴田勝家、滝川一益、蒲生康秀、もうめちゃくちゃ優秀な武将が入ってきてくれました。まあ、これでもう天下統一まではすぐでしょう。あとは筒井家にいた島左近とか常とかもいます。これでね、人材不足もだいぶ解消されたはずなんで、城の地業のやり直しをやっていきます。でもって、従属九州があと2日まで来てるんで、進めて荒木家を従属させてしまいましょう。九州ですね。はい、従属九州で荒木さんがあれですね、侍大将として来て、武将が5人増えました。まあ、なんかそんなに劇的に増えた感じではないですけど、まあまあいいでしょう。さて、だいたい治療終わりまして、なんとかあれですね、開発が終わってない軍に全ての武将を配置するぐらいの余裕はなんとか出てきましたね。ただまだ組頭が結構多いんでね、ある程度は昇進待ちみたいなところはありますね。これで今度は五着城に毛利が攻めてきてまして、それ以外にも浮田家がですね、ここの長須壁家を攻めに来たりしてるんですよね。これがそれぞれ単独の動きなんかどうかっていうのがちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず毛利を咎めるっていう意味も込めて、ちょっと一回武田城に攻め入ろうかなと思います。まあ、防衛の軍は防衛の軍でまた出すんですけど、とりあえず武田城を殴ってここら辺を手に入れれば、まあ、五着城とかも守るもだいぶ楽になるんでね、まあ、とりあえずここを手に入れるつもりで行くんと、まあ、あとできたらここの沖潮城も取りたいんですけど、まあ、ちょっとここら辺は余裕が出たらって感じですね。あとはこっちの長宗我部家を防衛しに行きたいと思います。まあ、あとはね、近くにいるこの河野家に防衛ができるところは任せていきたいと思います。構わぬ。ここの五着とかの防衛はもう良さそうですね。部隊が撤退し始めてるんで、毛利は引いてきてるんかな。ただここの伊竹はまだ撤退してってないですね。来てる部隊が強いのもありますけど、なかなかちょっと手こずりそうですね。まあ絶賛戦争中ではあるんですけど、従属九州があと3日のところまで迫ってきましたね。従属吸収するのは別所家になりますね。別所家は取り立ててあんまり強い武将っていうのはあんまりいないんですけど、まあ、この別所さんですね、別所長春がかなり統率が高い武将になってますね。まあ、こいつが入ってくれるだけでも吸収する価値はあるかなっていう感じですね。でもって、ここの三木城もほとんど開発終わってるんで、まあうまいのはうまいですね。ただあんまり強い城かというとちょっと微妙なところはありますけど、まあ、というわけでとりあえず吸収しちゃいましょうか。はい、合計8人加入しましたね。はい、武田城でも合戦ができるようになったんですけど、
まあ、ちょっと今回集めれてる兵力が少ないので、まあ、威風の弱ですね、を起こして、やっていきたいと思います。我が部の見せ所か。というわけで、これでやっていきます。これぐらいならなんとかなるでしょう。はい、勝ちました。さて、まあ、さすがに相手の兵数が多くなってくると、ちょっと簡単に勝つのも難しいですね。風よ、アガナを運べ。とりあえず、威風は発生したんですけど。なんたることぞ。はい。取れるかな、この城。ちょっと怪しいけど、頑張ってみましょうか。ここの武田城も兵数減らせたんで、はい、なんとかこれ落とせそうですね。はい、武田城制圧完了です。縄につくがよ。おっと、これは投与できないでしょうけど、はい、解放します。まあ、できたら威風で取りたかったんですけど、さすがにそこまで贅沢も言ってられないので、まあ、今ここの攻めてきてる部隊だけちょっと倒しちゃいましょうか。我が部の見せ所か。いざ行かん。あれ、まあ、こっちの四国の長宗我部家のところはなんやかんやでもあれですね、防衛完了したみたいなんで返しましょうか。ここの総合城を攻めるまでの余力はないんで一旦全員返しますと。ちょっと軍が取られたぐらいで済んだんで、まあ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 ギリギリ許容範囲なのかもしれないですね。ここの五着城も守りきれて、あとは沖潮城あたりとか、まあ、他のところちょっと攻めていってるところですね。ここはそのうち取れそうですけど、はい。一旦これで防衛戦は終わりやと思うんですけど。私、その目でしかと見たか。はい。割と余裕でしたね。まだ防衛の部隊が来てるような気もしますけど、まああとは適当に相手していきたいと思います。まあどっちも国衆なんでね、余裕でしょう。城を制したぞ。はい、沖潮城制圧完了です。まあここまで制圧したら一旦も帰って大丈夫でしょう。まあ帰還しましょう。命令を下され。ここら辺の部隊も兵糧なくなりそうなんで、帰還させましょうか。ここの軍制圧をちょっと嫌がらせでやって、それでおそらく問題ないでしょう。はい。これで武田城に攻めてくる部隊はもういなくなったんで、これで武田城はこっちの門になったっていうことで問題ないと思います。まあ、今回は沖潮城と武田城が取れたんで、まあ、これで、お着はそこまでちまちま取られるようなことはないと思います。毛利と浮武にちょっと分からせてやったところで、次にどうするかっていうところなんですけど、まあ、一応選択肢としては5つぐらいあると思うんですね。まあ、実質3つなんですけど、まず1つ目がここのあれですね、北条を攻めに行くっていうもんですね。でもう1つがここの上杉を攻めに行くっていうことで、で3つ目が引き続きここの毛利と浮武を攻撃し続けるっていうものですね。で4つ目が九州のこの大友と、島津が争ってるところにこちらも介入するっていう。で最後がここの足利家を吸収するっていうことですね。まあ、大きく分けて3つっていうのが、まあここの北条もそうなんですけど、この従属してる、侵入させてる勢力を超えて攻撃しないといけないんで、かなりしんどいですよね。取ったとしても維持するのも大変やしっていうところもありますけど。なので、まあ、基本的にこの侵入してる先にある勢力は、ここの侵入してる勢力を吸収してから取りに行きたいと思ってます。なので、ここの、北条を取りに行くっていう選択肢と、こっちの九州ですね、を取りに行くっていう選択肢はまあまあないかなと。まあ、上杉攻めに行っても、こっちの毛利取りに行っても別にいいんですけど、やっぱり、自分の勢力である畿内の一番中心に当たるところですね、ここを取れてないっていうのが結構、ネックと言いますか、
要所なんでね、ここを取るのが優先かなということで、まあここの足利を攻撃して吸収していきたいと思います。まあ、とはいえ足利さんとは同盟結んでまして、あと7ヶ月多分停戦期間を入れると10ヶ月ぐらいかなあるんで、まあその間はちょっとゆっくり内政していこうかなと思います。まあ今親善やってってるんですけど、これは適当に役職でももらって、ゼロにしたいと思います。それではまあ内政やっていきたいと思います。ちょっとですね、毛利家が河野家に攻めてきまして、ゆずき城取られちゃったんですけど、今ここ、川の江城かな、ここで守ってるところですね。なかなかちょっとめんどくさいんですけど、ここはなんとかして守りきりたいところです。まあ、兵は一応出してるんで、あとは、迎え撃つだけなんですけど、まあどうなるかっていうところですね。でもって、従属吸収出てまして、あと1日で従属吸収できる形になってます。ついでに足利家との停戦もあと1日なんで、これが終わり次第攻め込む予定です。今回の赤松家はあんまり優秀な武将はいないんですけど、この栗山善助ですね、こいつが結構オールラウンダーな感じがして使いやすい感じではありますね。まあそれでは吸収していきましょう。よろしいですかね。はい、停戦も切れて五着城はこちらのものになりましたと。全部で、何人や、13人かな、13人加入しました。いいことですね。まあこれから足利家に攻め入るんですけど、まあ、結構政策あれから制定しまして、まあ楽市楽座とか、灌漑整備とか、まあこんな感じになってます。ホロ州とかね、海上、輸送とか、まあ割とお金がそこまでかからないものについては制定してってますね。まあ、そろそろ、この小荷台配備のレベル2ぐらいもやっときましょうか。直ちに済ませましょう。あと浮竹が何気に毛利と停戦状態にあるんで、まあこれ一応一回罹患の刑やったんですけど、まあそのおかげかどうかわからないんですけど、停戦状態になって従属させることができるようになったんで従属させときます。それじゃあまあ停戦も切れたんで足利家に攻めていきたいと思います。ご命令をください。まあ、とりあえず二条御所あたり攻めに行きましょうか。城を奪ってみせましょう。はい、とりあえずいい感じになりつつはありますね。ちゃんと兵が出てきてくれたんで、威風で割と取れそうな感じはあります。ただ全部で、さっきカウントしたら7部隊しかいなかったんで、おそらく、威風弱しか発生しないので、まあ、ちょっと軍が取れるかなっていう、その程度やと思います。まあ、それではやっていきましょうか。行くぞ。はい、合戦できるようになったんで合戦やっていきます。まあ部隊数では負けてますけど、兵力で勝ってるんでこれは余裕だと思います。それではやっていきましょう。その目でしかと見たか。はい、勝ちました。思ったより被害出ましたけど、まあまあいいでしょう。はい、威風弱でこれは結構取れましたね。なんと、はいはい、11の軍が当家に寝返ったと。これはうまい。二条御所の軍はほとんど取れたんちゃうか。うん、感じですね。それではこのまま攻め入りたいと思います。まあ、今回も合戦を起こしてしまったので、他の城も同時で攻撃していきたいと思います。まあ、ちょっと余ってる城から出す形にはなりますけど、まあ、ここら辺から出して、あ、おっと、ここら辺から出していきましょう。はい、城攻めよ。お、久野兵正実が投与できましたね。これはうまい。はい、で、二条御所とかももうほとんど、はい、もう兵がゼロですね。なってるんで、包囲で余裕で落とせそうです。他のところも順調に攻めてってますね。まあ、取るのは時間の問題になるかとは思いますね。新たな区分が。はい、二条御所、制圧完了です。敵将、我が手に落ちた。はい、はい、あら、あ、これちょっとなんか遊びで作ったあの武将が入り込んでますね。この遊びで入れた武将だけ
相談しちゃいましょうか。これだけ動揺して、はい、全員断られました。こいつだけちょっと聞きちゃいます。ここで果てようとは。時間はまだですね。このまま、他の城も攻め入りたいと思います。この昇竜寺城と、ここは坂本城は他のところからも来てるから大丈夫でしょう。まあ、そうなるともうほとんど返しても大丈夫か。我が部の見せ所か。まあ、足利の方は順調にいってるんですけど、こっちの従属させてる長宗壁が毛利と、島津に同時に今攻められてってまして、なんだかんだここまで防衛に行くのがちょっと難しいんですよね。ここも何回か防衛来てるんですけども、兵糧がなくなっちゃうんで全然防衛できないっていう、そういうね、あの状態になってます。まあ、どっちかと同盟したいんですけど、どっちもちょっとね、あのいい感じじゃなくて、なかなか同盟ができなさそうなんですよね。これ従属させた段階で多分どっちかとはちゃんと同盟結んでおいた方が良かったですね。従属してるところは守るのもちょっと守りにくいところ、まあ守りにくいところ、守りやすいところあるんですけど、今回の四国に関してはかなり守りにくい場所やったんで、ちょっとそれがやらかした感がありますね。まあちょっと領地が減っても、まあ長宗壁が滅びない限りはまあいいかなとは思ってます。この城は、はい、昇竜寺城を制圧完了です。はい、バイ捕らえましたね。投与しましょう。はい、お使いします。解放します。他の城ももう落とせますね。はい、坂本城を制圧完了。敵将、我が手に落ちた。あ、二人とも投与できましたね。これはめでたい。はい、帰りましょう。はい、んでもって最後の城八木城が制圧完了しました。はい、足利家を滅亡させました。結構いますね。はい、投与していきます。お、22人投与できましたと。お二人が断ってきた。まあ逃がしていきましょうか。なんと首を取らぬか。まあ、足利の領地を切り取って、まあすぐなんですけど、ちょっとね、毛利が結構、長宗壁に攻めたりしてめんどくさいんで、ちょっと長宗壁じゃない、この毛利に攻め入りたいと思います。まあ、とりあえず、ここのこの隅城ですね。まあ、この城に、攻撃しに行きたいと思います。皆、続け！この隅城にはまだ到着してないんですけど、朝倉の従属九州がもう間近に迫ってます。まあ、朝倉の武将には大した武将はいないんですけど、この立部山城と、まあ、この野地手山城ですね、軍の開発が全て終わってるっていうのがうまいですね。まあ、施設はまだ建ってないやつとかもあるんで、まあ、内政はまだ完璧とまでは言わないんですけど、まあまあうまいことには変わりないので、このまま吸収していきましょう。嬉しゅうござる。はい、これで一応あれですね、地方統一が完了したということで、まあイベントが発生しましたと。このまま天下統一を目指していきます。はい、天下平定まで残り60の城が必要ということですね。43は当家が統治してますと。はい、いっぱい増えました。さて、そろそろ到着しそうなんですけど、多分威風弱であれば発生できそうな感じではありますね。そうですね、ちょっとただ島左近の部隊が若干遅れてるんで、ちょっとだけ、はい、こんな感じで行けばいけるのではないかと思います。はい、これで合戦やっていきましょう。まあ部隊数では負けてますけど、兵力的に余裕なんで、これは勝てるでしょう。はい、勝ちました。まあ能力差もあったんで結構余裕で勝てましたね。音に聞け我らの勝利を。おい、もうちょっとしょっぱいな。何ですと。はいはい、4の軍か、ちょい微妙。あ、でも思ったよりは取れてるかな。
ここもちょっと欲しかったけど、まあさすがにちょっと、欲張りすぎかもしれないですね。そうなるといかにすべきか、包囲するような形でちょっと行きましょうか。それではこの隅城をとっとと取っていきましょうか。おっと結構なくなった、6人ぐらいなくなったんか。はい、おっと値がつく前に制圧完了しちゃいましたね。はい、おっとちょっとちょちょい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 、はい、取ったんですけど、あれですね、この隅城の軍の中にも毛利の軍が入ってきちゃってるんで、こいつらをちょっと我が部の見せ所か、対処というか対峙しないといけないですね。一旦は戦の始まりぞ。はい、これで奴らを勝利していきましょう。我が部その目でしかと見たか。はい、余裕ですね。また毛利があれですね、また毛利が証拠にもなくここの河野家を攻めてきてるんですけど、長宗我部に援軍を頼んじゃうと長宗我部も今ここで島津との戦いで忙しいんで、まあ、なかなか厳しいと思うんですよね。というかあれですね、今回この隅城を取りましたけど、この隅城よりこっちの、備中高松城とかここら辺取りに行った方が良かったですね。ちょっと一回帰ってここら辺取る準備しましょうか。で、ここもちょっと守る準備していきましょう。だって本体の部隊はまだ帰ってきてないんですけど、出せる部隊から出していって、この、備中高松城を攻めに行きましょう。これで多少でも毛利の攻勢が収まってくれたらいいんですけど、援軍間に合わなくて、これ河野家滅ぼされちゃいましたね。なんかちょっとやらかした感が否めないけど、まあもうこのまま落としちゃいましょうか。こうなったらこっちの川の江城の方はもう、はい、倒して、はい、制圧できましたと。動揺はできないでしょうね。はい、こうなったら柚木城にももう、いやー無理か、さすがに兵糧足りんな。ここら辺で変えるしかないっすね。河野家は残念でしたが、ここからあれですね、ここの備中高松城を落としに行かないといけないんですけど、まだ合戦が発生せえへんぞ。はい、発生したと。我が部の見せ所か。いやー、物体数でだいぶ負けてますけど、これは兵力で勝ってるんで、おそらく勝てるでしょう。これに勝てたら威風の強が発生します。はい、勝ちました。だいぶ余裕でしたね。あんまりあの鉄砲とかそこまで発動しなかったんですけど、相手の能力が低かったんかな。おい、これだいぶ取れたでしょう。おお、3つ取れたか。ありえませぬ。はい、3の城と21の軍が当家に寝返りましたと。このまま行ってまた威風が起こせるかはよくわからないですけど、城を落としてみせる。ちょっと進んでみましょうか。一応神鍋城付近までやってきたんですけど、毛利の、軍の集まりが非常に悪いんで、ちょっと一旦帰りたいと思います。で、またあの攻め直しましょう。はい、そろそろ兵士とかも戻りつつあるんで、再度進行しようかなと思うんですけど、結構情勢が変わってきてまして、まず東の方なんですけど、上杉がかなり領土を取られてってますね。で、北条がクソほどでかくなり始めましたね。多分うちと同じぐらい領土あるんちゃうかなと思いますね。まあ、上杉が弱ってきてるのは、ここの徳川が頑張ってるっていうのもありますね。あんまり頑張りすぎないでほしいんですけど、まあ、それでちょっと北条がでかくなり始めたんで、北条と今親善を進めてってます。上杉に関しても毛利と戦をするのであれば同盟を締結した方がいいかなと思って有効というか親善をやっていってたんですけど、まあ、あまりにも北条がでかくなって上杉が小さくなり始めたんで、一旦中止してます。
まあ、あと九州ですね。あと九州はまあほとんどもう島津が抑えてる状況なんですけど、この毛利を攻めてる間に長宗我部をまた攻められたりしてもめんどくさいんで、今同盟を結ぶために親善を開始したところですね。それで肝心の毛利攻めなんですけど、どこを取るのがいいのかっていうところがちょっと何とも言えない状態で、まあ見た感じですね。この見た感じで言うと、ここの鳥取城と上市城を取りたいっていうのはあるんですよね。まあ、ただ四国にちょっかいを出してきてる部隊はここら辺の部隊なんで、ここら辺の下の部隊を先に取るのが優先な気もせんでもないんですよ。まあ、本体が進行する場合でも、鳥取城の方が若干近いけどみたいなところはありますけど、そこまで大きく変わるかっていうと変わらない。でやっぱりここの神鍋城とかを攻めようとすると出せる部隊がちょっと少ないのかもしれないですね。あんま変わらんか。でも多分大丈夫です、ね。まあ、毛利を攻撃する理由の一つがやっぱり長宗我部とかここら辺の城を取りに来てるっていうのがあるんで、ちょっとこっち行きましょうか。城を奪いに行こうぞ。みな続け。はい、もうすぐ毛利と戦が始まりそうなんですけど、長宗我部の従属九州が終わりそうなんで、まあ、ちょっとこれを見ていきたいと思います。まあ、長宗我部といえばね、この長宗我部元親さんがめちゃくちゃ強いです。まあ、全能力ほぼ全て90いってます。まあ、こういう戦法も持ってるしね、かなり強いですね。あとは長宗我部のブチカもかなり強いですね。まあ元親ほどではないですけど、結構能力は高めになってます。まあ、あと長宗我部家とは全く関係ないんですけど、今回は鈴木重秀が長宗我部に何やらいるので、まあ、重秀が獲得できるのも今回はうまいですね。まあ、四国の城に関してはなんか取り立てて、ここめちゃくちゃ強いみたいな城があんまりないんで、まあ、旨味があるかないかっていうとまたちょっと微妙なんですけど、まあ、とりあえず従属九州やっていきましょうか。やったぞ。はい、長宗我部がうちの一門になりましたと。めちゃくちゃ増えましたね。元親とかも含めると44人か。うん、だいぶ増えました。さて、そろそろいい感じに合戦ができそうな感じではありますね。はいはい。集まってきて、はい、合戦が始まりますと。うん、部隊数的には負けてますけど、兵力的には勝ってますね。威風強が発生するのはうまい。はい、勝ちました。はいはい、まあまあ悪くはないって感じですかね。音に聞け我らの勝利を。はい、これで城2つか。ありえませぬ。威風強で2つやっとちょっとしょっぱいですね。で今、こちらが攻めてる隙に、あれですね、この浮竹が鳥取城を取ろうとして兵を出陣させてます。まあ、この兵力差やったら多分取れるでしょうね。まあ、また兵は集まらなさそうなんで、一旦いつものごとく騎乗させましょうか。まあ、城が増えるの自体は嬉しいんですけど、そろそろまた配属できる武将がかなり限られてきますね。そろそろ兵も帰ってきたんで再進行したいんですけど、なんとですね、徳川の従属九州が出てきまして、あと3日で完了する形になってます。徳川ね、従属させた時からかなりでかくなってるんで、まあ手に入る領地も多いんですけど、ここら辺上杉からまあさっき取ったばっかりの城っぽくて、なんかありがたいんかありがたくないんかよくわからないんですけど、徳川軍はかなり武将数が多いので、ちょっと全部というか紹介する人もかなり厳選されるんですけど、まあまず一人目は言わずと知れた徳川家康ですね。こいつもかなり能力がやばいですね。ほぼ全部90というかもう100に達してるところもあるんで、まああと戦法もかなり強いんですけど、この古だぬきがあれですね、大名の時でないと発動しないみたいなんで、まあ、一つ死に特性になってるっていう感じですかね。あとは、服部半蔵とか、はい、鬼半蔵とか、結構強いですね。ただ、統率がちょっと低いんで、
まあ、若干使いにくい感はありますね。あとは、本田忠勝ですかね。なんかこの鎧がかなり、なんか面白い顔してますけど。はい、トンボ切りとか、ここら辺ですね。戦法もかなり強くて、能力も高めですね。最後は、井伊直政ですね。井伊の赤鬼っていう戦法がなかなか強いのと、まあ全体的にも能力パーフェクト人間というかね、みたいな感じになってます。他にもね、強い人はいっぱいいるんですけど、まあまあね、紹介しだすとキリがないんで、まあこんな感じの人がいるっていうぐらいだけちょっとにしたいと思います。それじゃあまあ早速従属九州やっていきましょうか。お、患者が。やったぞ。はい、これで徳川軍が我が軍に加わりましたと。全部で何人や ?64 人か。もうめちゃくちゃ増えましたね。いい感じです。いやー、いっぱい城が手に入ったのはいいんですけど、治療しないといけないのがまた大変なんですよね。しかもおそらく、全然部署足りてないですね。治療できる。まあ、治療については、後々考えるとして、まあ、兵もいる分ね、攻めていきたいと思います。まあ、今回はこの鳥取城ですね。鳥取城に行きたいと思います。城を落としてみせる。いざ、出陣。では言うの忘れてたんですけど、北条と同盟も結ぶことができてまして、まあ、あとはここの上杉を一緒に滅ぼしたら、ちょっとの間は、仲良くしていこうかなっていう感じではありますね。さて、そろそろ合戦が始まりそうな感じではあるんですけど、まあ、ここら辺の部隊ですね、待ってから合戦をしようかと思ったんですけど、相手側の部隊の兵糧がかなりやばくてですね、さすがにちょっと待ってれない状況なので、そろそろ合戦を進めていきたいと思います。はい、条例で、あ、でも意外にいけたか。我が部の見せ所か。あ、でも6部隊か。ここで1、2、あー、これは無理ですね。これは6部隊で行くしかないんで、6部隊で行きましょう。はい、はい、勝ちました。いや、さすがにちょっと能力差がありすぎて余裕で勝てましたね。いや、これはしょっぱいぞ。まさか。二の軍、しょっぱすぎる。まあまあ、仕方ないけど。いざ。取り付いたんで、あとは落とすだけですね。はい。言うてる間に兵ももういなくなるでしょう。出るけど、これは、あ、間に合いそうですね。間に合うんであれば、合戦で倒していきましょう。はい、終わりです。まああとは落とすだけですね。はい、鳥取城制圧完了です。できなす召し捕らえたり。お、吉川。我が心は変えられぬ。だって、まあ、ここからどうするかですね。ここの上市場も取っちゃうかどうかっていうところですね。さすがにここの鳥取城の段階で全然威風が起こせなかったんで行ってもいいんですけど、まだなんかここら辺に出てる部隊があるんで、中途半端に部隊が集まられると一番めんどくさい。結構来てるな。まあ、結構来てますけども、ここまで来てここの上市場だけで威風を起こしても多分上市場以外に城が取れないんで、ここは攻めに行っちゃいましょうか。はい、ここの上市場は順調にいってますね。このままやったら落とせそうですね。はい、元服しましたと。まあ上市場は落とせそうな感じではありますけど、敵がちょっとやってきてるので、まあこれで合戦できるけど、部隊だけか。これはほっときましょうか。はい、
あ、言うてる間に上市場制圧完了です。諦めて縄につくがよ。はい、同様にも成功したんですけど、ここからがめんどくさいですね。この来てる部隊全員一掃しないことには帰れないですね。とりあえず使わせますか。我が軍の見せ所か。はい、いざ入艦。矢の者、戦の支度だ。6部隊まあまあいますね。はい、やっていきます。ここのイフは意味があるんか。はい、勝利です。思った以上に余裕でしたね。吉川とかもいるんでもっと手こずるかと思ったんですけど、風よ、アガナを運べ。はい、全くの無駄威風ですね。これで攻めてくるかどうかはわからないですけど、ちょっと兵糧足りない部隊はもう返していきましょうか。ご命令をください。おっと、東洋で立花道雪さんが来ましたね。71歳ってもう言うてる間に寿命でしょ。お使いするとしよう。はい、上市場の防衛も一旦終わりましたね。守れてとりあえず良かったです、うん、城へと戻らん。まあ、今やってる毛利攻めなんですけど、ここのガッサントダ城ですね、ここを取ったら一旦やめにしようかなと思います。ここのガッサントダ城だけね、あの毛利の城の中でもかなり兵力が多い城になってまして、ちょっとここをのし残しておくと後々何かされる可能性があるので、ここだけはちょっと威風で取りたいと思います。で、まあ毛利攻めを一旦やめるのは、上杉がだいぶ縮小してきてまして、もうほとんど、北条に取られてる感じになってるんですけど、まあ、ここの能登半島あたりですね、北陸にあるところの城はちょっと最後うちがもらいたいので、ここを次は取りに行こうかなと思ってます。本当だったらね、従属させた方がいいんでしょうけど、なんか相手は統計の従属を拒否していますって出てるんですよね。ただ上杉の兵を切った覚えはないので、まあ、もしかしたら徳川が争ってる時に誰かを切って、それがまだそれがなんていうんですかね、徳川言うたらうちに侵入してたんで、その影響が侵入先であるうちにも来てるのかもしれないですね。まあ、というわけで、ここの上杉は侵入させることができないので、もう完全に攻め滅ぼす形になります。じゃあまあ、毛利のガッサントダ城を攻めるんですけど、さすがに遠くなってきましたね。150日。なかなか気合が入りますね。ついてまいれ。もうそろそろここのガッサントダ城に着きそうなんですけど、従属吸収が出てまして、これであれですね、浮竹を吸収することができます。ここの浮竹を吸収することができたら、従属させた勢力は一通り全部吸収したっていうことになりますね。今浮竹の当主は浮田家秀になってまして、お父さんの直家だったかな、直家さんはもういないですね。秀家も結構能力高いんで、これは全然あれですね、第一線で活躍できる能力があります。そして年齢はなんと12歳というね。まあ、あとはこの明石照澄さんがかなり強いですね。高卒武勇ともに80を超えてます。あと砲術持ちなんでかなりいいですね。この足止めの戦法は微妙なんですけどね。まあちょっと合戦が起こるのが先か、従属吸収が起こるのが先か、ちょっとよくわからないですけど、進めていきましょう。はい、先に吸収されましたね。はい、25人増えましたと。そしてここで合戦が発生します。中か、まあまあいい感じですね。中なら取れる、兵力差も倍ぐらいあるんで問題ないでしょう。はい、勝ちました。余裕ですね。毛利もそんなに強くないんかな。吉川も結構強かったんですけど、地形が良かったっていうのもあるんですけど、割と簡単に勝てましたね。
勝利を。はい、これは一つだけかな、城。ありえませぬ。うん、1の城と7の軍が寝返りましたと。これで問題はなさそうかな。ここまで取れればあとは大丈夫でしょう。取っててもなんとかなるとは思います。とりあえず士官が来てるんで、ちょっとお耳をやっていきましょう。すぐに仕上げますぞ。同説が来てくれたおかげで銀千代があれですね、投与できましたね。これはうまい。投与というか元服というか神結いってなってますけど、だって兵も帰ってきたんで、言うてた通り上杉を攻めたいと思います。ただ兵糧が若干回復してないですね。金も有り余ってるんで兵糧でも買っていきましょうか。さて、それでは出陣したいと思います。ターゲットはこの一条谷でいいかな。はい、城を落としてみせる。いざ出陣。さて、なんだかんだで上杉も結構兵集めてきてますね。今で10部隊ぐらいいるんかな。あー、ちょっと秀吉だけ間に合ってないけど、封鎖しちゃいましょうか。見せどころか。はい、行っちゃいましょう。兵力差凄まじい。3倍ぐらいあるんかな。それじゃあ行きましょう。はい、勝ちました。いやはや余裕でしたね。風よ、アガナを運べ。おい、これは城2つかな。なんと、はいはい、いい感じですよ。上杉の城が6つになったんですね。6つであればもうちょっと威風を起こすのきついかもしれないですね。今回の合戦で相手の国衆もほぼ全滅させてしまったので、まあ、ここからはしゃあないんで普通に取りに行きましょうか。待って、まあもうこうなってくると威風を起こす必要もないので、いろんなところから兵を出して城を取りに行きましょう。城を落としてこようぞ。だって城にも取り付いていって、んですぐ取っていけると思います。この城は我らが城を落とした。はい、朝倉山城制圧完了です。敵将我が手に落ちた。はい、東洋は、はい、できましたと。お、寝返り時間が出てるんでやっていきましょう。苦心があります。お、はい、大長寺城が降伏しましたね。波にかかった。はい、本願寺剣女、これは投与できるでしょう。はい、まだ帰還はしなくてですね、取れるところは全部取っていく、そんな感じでやっていきたいと思います。ここの部隊はほぼ全部隊で、このまま金沢ごぼうに向かわせましょう。あれ、ここの朝倉山行ってた部隊返しちゃった。あー、マジか、やっちまったな。はい、まあ、そんなにいっぱい部隊いなくても今出してる部隊だけでもなんとかなるでしょう。城攻め、はい、足遂げたり。鳥越城制圧完了です。ついていただこう。これは一人だけ投与できましたね。はい、なんと首を取らぬのか。でもってここら辺の部隊はもうこのまま、まあまあとりあえずこの金沢ごぼうに向かわせましょうか。金沢ごぼうももう、はい、落とせましたと。まだ期間はロイタイムですね。でまた寝返り時間が来たんで寝返り時間やっていきましょう。この案はいかがか。でここの部隊は兵糧がちょっとやばい部隊だけ返して、それ以外はまだ攻めに行きましょう。だって七尾城に取り付けたんで強行してってもらって速攻としてもらいましょう。なかなか手強いですね。兵糧がちょいやばいですね。やばいけどなんとかいけるかな。あー、ちょっ
と徳川の部隊の兵糧がなくなったんですけど、これ大丈夫かな。あれ、なんかイベント起こった。あー、千の利休の解明イベントです。あー、これ兵糧切れでやられちゃいそうですけど大丈夫か。いける。お、大倉為信、また強い武将登用できましたね。はい、あー、そしていっぱいなくなってしまった。あー、マジか。ミリ残ってるな。もうあと他のところを連れてもう取りに行きましょう。ここら辺から行ったらもう余裕でしょう。はい、城攻めですか。近くまで来たんですけど、ここの松並城が落とされそうな雰囲気があるんで、ここが落とされてから取りに行きましょうか。最後のところは喜ばしいですな。ちょっとよくわからないことになりましたね。松並城結局取られないままになったんで、ご指示、このまま速攻取りに行きましょうか。松並城とりあえず他の出せるところからも、ここからももう一回やつ出しましょうか。みんな、わしに続け。お越しを願いまする。とりあえず七尾城ついたんで、包囲じゃなくて速攻としてってもらいましょう。これでなんとか。わかり申した。潰させてもらったわ。はい、これで七尾城制圧完了です。今は首を取らぬ。とりあえず全員投与します。10人で10人ダメと。寝返り士官が出てるんで、とりあえず寝返り士官するんですけど、愚心があります。それよりもですね、あの北条が来る前に一刻も早くこの城を落とさないといけないですね。だってなんとか北条より先に取り付くことができたんで、王位じゃなくてご命令をいただきたく。強行で多分落とせると思いますけど、念のためちょっと他の部隊もここら辺の国衆とかも出しときましょうか。念には念を入れてね。ここにも一部隊来てるな。ここの部隊も連れていくと、これでさすがに落とせるでしょう。陣を整え、海戦に備えよ。はい、影勝を破って、はい、制圧完了です。上杉家を滅亡させました。はい、いっぱい捕らえたんで投与していきましょう。38名が投与できて、はい、2人がダメと。これは解放していきます。礼を申し上げます。はい、これでなんとかなんとか上杉も吸収しましたね。最後らへんかなりご利用しでしたけど、まあね、もう取ってしまえばなんということはないということで、はい、一件落着ですね。上杉を滅ぼしたところでですね、ここの毛利のところを見てみたら、従属させれるようになってたんで、早速従属させていきたいと思います。はい。家を守るため。これでまあ取れる選択肢は2つだけになりまして、まあ、こっちの、九州型の島津を攻めに行くか、こっちの北条を攻めに行くかっていうどちらかになりますね。ただこっちの九州側は毛利が吸収できないとなかなかちょっと攻めにくいので、今回はここの北条を攻めに行きたいと思います。ただ北条は同盟があと10ヶ月ぐらいありまして、停戦期間を入れるとまあ13ヶ月ぐらいなんで、まあ1年ぐらいは攻撃できない感じになります。まあ、まだちょっと親善やってたんですけど、今回で親善は終わりにしたいと思います。まあそれで北条に対するあの進行ルートなんですけど、ここの東海道ルートで行く予定です。まあ、基本的にここをずっと通っていって、ここの関東のここの平野部ですね、ここを威風でめちゃくちゃ取ってあの終わらせたいと思います。なのでここの北条と接してるあたりの城に関しては頑張って開発していきたいと思います。まあ、とはいえね、1年後なんで、まあ、ゆっくりやっていこうかなと思います。さて北条との同盟も終わって停戦期間も終了したんで攻め入りたいと思います。まあ予定通り攻めていくわけですけど、まあここの東海道ルートでね、はい、行きたいと思います。城を落としてみせる。みんな続け。はい、そろそろ制圧が始まってきまして、合戦ももうちょっとで起こせると思います。よろしいですか。これちょっとね、相手も兵が集まりすぎてて、あの果たして
どれぐらいの対戦になるのか全くわからないですね。もうちょっと連れてきた方が良かったかもしれないですね。ただ、はい、合戦はもう始まっちゃうので、やっていきましょう。いや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 、え？8部隊って、相手の部隊ほとんど入ってないんちゃう？で、8、8。これ、待っちゃうと、多分、速攻倒しちゃうような気がするんですけど、多分、そんなに耐えれないですね。で、2、これで、これでもギリギリちゃうんかな。あと一発ぐらいいける。あと一発ぐらいいけたらだいぶ増えると思うんで、はい、これで、はい、これで12部隊までいきましたね。ただ、ただ兵力差は、こちらの3分の1ぐらいしかないですね。残念ですね。はい、勝利です。余裕ですね。まあ、兵力差もありますけど、武将の能力差もかなりあるんでね、こっち信長とか秀吉とか、家康はいいんか。明智とか連れてきてるんで。風よ、我が名を運べ。はい、いい感じですね。イフ、あれ、でも思ったより取れてないな。龍造寺が対馬でなぜか生き残ってるというね。はいはい、そんな感じですけど、このまま攻めいっちゃいましょうか。部隊は3部隊残ってて、後ろから出てくるかな。なんかほとんどゼロになってるんですけど、あれ、いや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 、これはどうしたものか。まあ、ちょっと後ろの兵とかがどうなるかわからないですけど、一旦このまま行ってみましょうか。つつじが先やかったもちょっと分分けて取りに行く素振りを見せてみましょうか。まあ、ちょっと相手の動き次第ですけど、今城の兵力の回復具合とか見てたんですけど、あんまり回復してないところはしてないんですよね。なんでこのまま攻めてもおそらく大丈夫やと思います。で、ちょっとね、目標を3つぐらいに分けまして、この広告事情に行く部隊が1部隊と、もう1部隊がですね、このままツツジヶ崎館に行きます。で、最後の1部隊というか最後の部隊は、このままニラ山城を攻めに行きます。こんな感じで行けると思います。これで多分取れると思うんですよね。で、今回の攻撃で、できたらこの、小田原城ですね。北条の本拠なんですけど、ここまで取りたいと思ってます。本拠は、どっちみち威風では取れないんで、ここを取って、できたら、まあ、その後多分近くの城が本拠になることが多いんで、まあ、どこになるかわからないですけど、ここの小田原城を取ったら、この関東の平野部に簡単に入っていけるので、ここを取れたらもう、あとは、一回帰ってイフを起こすっていう、そういう作戦でいきたいと思います。まあ、ちょっと相手の兵力がどれぐらい回復するかもわからないんで、ちょっと様子見ながらにはなりますけど、とりあえず行ってみましょう。まあ、今ちょっといろんなところに、ルートというか分けて進行するような形でやってたんですけど、結構敵から防衛部隊が出てきまして、ただあんまり兵力は多くないんで問題ないような気がするんですけど、ここまで部隊が出せるのであれば、威風で取った方がやっぱりいいんですよね。こうなるとちょっと一旦ここら辺の城で待機させるか。わかりました。ここの何部隊かを、つつじヶ崎館に向かわせます。で、つつじヶ崎館を攻撃する部隊と、いかがいたしましょう。城で待機して、いかにすべきか、ここら辺のあれですね、広告事情を、ここら辺の攻めてきた敵が集まった段階で威風を起こす部隊とでちょっと分けましょうか。これあれですね、つつじヶ崎館だけに絞ったら意外に部隊が集まってきましたね。割といけるか、もう一回威風を起こせるけど、ここのつつじヶ崎館で威風を起こしても、ここの城取れるかな、岩殿城。まあ、いっか。取れると思っていくしかないか。ご命令を。
はいはい、これでまあとりあえず様子を見ましょう。ただちょっとこのままやと合戦が起きないな。ちょっと一旦こんな感じで、はい、城を落としてみせる。もたつかせながらやっていきましょう。おっと11人亡くなった。めちゃくちゃ亡くなったな。でね、ちょっと強すぎて接触した瞬間に倒しちゃうかもしれないんで、一部隊以外はちょっと戻す形でいきましょうか。はい、これで合戦ができますね。お、13部隊集まってる。ただ兵力がかわいそうなことになってますね。ただ容赦はしません。はい、勝ちました。いやー、ほとんど鉄砲の一撃で倒してしまったんで、兵力の消費ほとんどなかったっすね。風よ、アガナを運べ。おい、あ、三つ城取れたか。あ、二つか。そんなことが。はい、二つの城が取れましたと。うん、いい感じですね。あれですね、なんか。ちょっと兵糧が足りない部隊は返すとして、ここら辺の兵糧が足りない部隊も返すか。お指図を頂戴したく。ここに多分なんですけどね。あ、なんかこっちにももう来てる部隊があるんでちょうどいいかもしれないですけど、この細い道使いたくねえな。であればここの広告事情にしましょうか。こんな感じでね、多分1部隊か、まあ、2部隊ぐらい、舞台ぐらいこういう風にちょっと城を取りに行くように見せかけといて、他の部隊はちょっと城で待機させとくことによって、あれですね、腰病炉を無駄に消費することなく、もう一回対戦というか、あの合戦ですね、が起こせるようになるんかなっていうのがあるんで、結構国衆とかまだ結構連れてきてるんで、おそらくいけると思うんですよね。北条の軍の一部があれですね、うちの城を狙い始めてますね。こうなってくるともううちも普通に攻撃しに行くか、別のところも、ここら辺の北陸の方も取りに行っちゃうか。家康さん頑張ってください。いざ出陣よ。だってそろそろ広告事情で合戦が発生させれますね。はい、やっていきましょう。ギリギリ8部隊いる。これであれですね、威風の宙が起こせるんで、おそらく城2つは取れるでしょう。はい、勝ちました。うん、まあまあいつも通りですね。はい、予定通り2つ城を取ることができましたと。なんじゃと感じですね。あ、もうここ結構兵残ってるな。これこのまま威風起こせるけどここの小田原城本拠やからな。ここを威風起こしても、あ、でもまあ近くの軍が取れるだけでもいっか。このまま行っちまうか。我が部の見せどころか。なんか敵が若干引き始めたんか、韮山城を狙い始めたとかもあるんですけど、これは治療してないからか。まあ一応治療はしてきましたけど、もうすぐ合戦始まるんでやっていきましょうか。この城、はい、あ、言うてる間に魚津城は攻略が完了したみたいです。はい、いい感じですね。陣を構える。はい、戦の始まりぞ。これでも8部隊入ってますね。兵力クソみたいなあれですけど、はい、やっていきます。はい、余裕です。兵力と能力の暴力で全てを、はい、解決してきました。風よ、アガナを運べ。はい、まあまあ発生しましたけど、軍取れただけですね。まあこれは予想通りというか、あれですね。ここはもう小田原城を殴り切ったら終わりかな。はい、取り付いて強行してたんですけど、いつの間にか合戦が出てきたみたいなんで、合戦していきましょうか。
今回は割といますね。ただ兵力的にも問題ないんでいけるでしょう。はい、勝利です。ただこれが完全に無題風なんですよね。ありえねえ。はい、6の軍が寝返りましたけど、この小田原城がなかなか攻めきれてないですね。兵糧がだいぶやばいけど、まあ攻め続けるしかないでしょうね。これはなんとかここの小田原城も落とせそうですけど、あれですね、威風で取った軍がどんどん制圧されていくんでちょっと微妙っすね。行くぞ、どう腕が鳴るわい。基礎福島はもう大丈夫と。陣を整え、これだけ敵が集まってくるんやったら、あお使いいたします。引き抜きはいいんですけど、さっきよう見たら、あ、信長と、よし、あれ大谷義継の兵糧がゼロになってますね。これはやばい。頑張って落としてくれ。いや、もう間に合ってないけど、はい、8000もやっていく。15部隊めちゃくちゃいる。まあいいでしょう、ここでやっていきましょう。威風今日やったら隣の城も取れるんちゃうか、これ。はい、勝ちました。はいはい、まあまあいつも通りですね。これもはい、あー城取れましたね、多分これ。あー1個だけか。ありえねえ。1の城と16の軍、ちょっと、あ、これやったらここら辺ぐらいまで欲しかったな。しゃあねえか。とりあえずここの士官とかだけやっちゃって。聞いてください。で、ここの小田原城を落としちゃいましょうか。はい、あれ？ああ、はいはい、同様ですね。使いしよう。はい、魚津城ももう大丈夫で、小田原城も、はい、制圧完了しました。敵将取り押さえ。はいはい、大量捕獲です。秘伝にわしを忘れます。9名投与できて、あー5名、まあ、いいでしょう、これは逃がしていきます。なんと礼を言う。魚津城とかここら辺の攻められてたところも一旦守れたんで帰れるし、この基礎福島も確かもう誰も攻めてきてないって言ってたんで戻して、野城も多分もういないはず。この筒井ヶ崎館は若干いますけど、あとはここどうするかですね。ちょっと何とも言い難い。どっちにしろ兵糧ない部隊は一旦帰らさないといけないですよね。ゼロはさすがにもうこれ以上は無理やし、アザイもさすがに一回返さんとこれはきついでしょうね。一回帰って本拠を移さないといけないかもしれないですね。こうなると。うん、この別所は防衛で残しときますけど、まあ、別所だけちょっと防衛に出しておいて、他のこの4部隊は一旦返すしかないですね。浅井だけちょっとだけいるか。いや、でもどこに行っても合戦を起こすのは結構きついな。まあ、無理やな。入りましょうか。ここなんですけど、浅井をもう返そうかなと思ってたんですけど、ここのところでなんとか威風が起こせる可能性があるんですよね。結構ここめちゃくちゃ兵がいるんで、浅井とこの別所の軍が行ってなんとか合戦を起こしたら勝てそうな気もするんですよね。ちょっと無理そうやったら途中で帰ろうかなとは思うんですけど、まあ、あとここら辺ですね。守ってた飯田城とか、まあ、木曽福島は攻められてたんで、まあ、守ってたんですけど、まあ、相手の攻撃が終わったんですけど、うん、まあ、そのまま帰ろうかなと思ったんですけど、そのまま攻めちゃおうかなということで、このまま攻めに行きたいと思います。まあ、無理やったら無理やったで、まあ、もう仕方ないんですけど、まあ、せっかくなんでここら辺は二手に分かれていきますか。な感じで城を奪いに行くぞ。あとついでに上の方も取りに行きましょうか。お討ちを願いまする。敵の城を奪ってくれる。こちらに
はい、これで、あともうちょい、こいつを消し飛ばさなければなんとかなるんですけど、ちょっとだけ帰りましょうか。行くぞ皆の者、いかがしましょう。一瞬だけちょっと、倒しちゃったか、倒しちゃったらちょっと具合が悪いな。こっちの浅井の兵糧はもうなくなる一方やし、お命令をくだされ。なんとか行くぞ皆の者、なんとか、なんとかならんか。陣を整えよ。我が部の見せ所か。舞台6舞台が限界か。ここら辺の舞台があともうちょいで来るんで、あともうちょい頑張れれば、浅井の兵力次第ですけど、これここで、5678、こっち側のこっちら辺は入ってないんか。こうなるとあと2日ちょっと待てばなんとかなるかもしれんな。浅井の兵糧がマジでやばい。はい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 、これでこれ以上は待てへんぞ。はい、なんとかなんとか9部隊無理やり入りました。これで異風中が起こせます。頑張っていきましょう。はい、かわしました。まあまあ、はい、これは城2つかな。はいはい、いい感じですね。ただ今回兵糧切れちゃったんで、本体はこのまま帰れるかがちょっと怪しいですけど、まあ、頑張っていきましょう。あとは来てる部隊をちょっと追い払ったら終わりかな。そろそろここら辺の高登場とか取れそうな感じですね。はいはい、突き抜きも成功したと。はい、高登場制圧完了です。これでちょっと兵糧がない部隊は返して、ある部隊はこのまま攻めに行きましょうか。このまま上原城を取りに行きましょう。大いになってますね。ここに強行してほしいかな。ここももう取れそうですね。はい、不可思議を制圧完了です。はいはい。でさすがに九戸の兵糧がやばいんで返しましょう。ただ返したいけど、返すと若干守れへんな。ちょっとギリギリまでは追ってもらいましょうか。援軍出してたと思うんで、ここの木曽福島からでもありますね。じゃあこれでちょうどいいところで、この九戸は帰らせましょう。はい、これで上原城制圧完了です。はいはい、順調順調。そして来てる部隊も追い払いましょう。お命を願います。いい感じですね。結構いい感じで取っていけてますね。あとここの春日山城はまだもうちょっと取り付けてないですけど、兵力的にまあまあ問題なくいけると思います。次は三崎城が落とせそうですね。お、1人捕らえたみたいですけども、終わりなんで解放していきましょう。ようやく落とせました。はい、三崎城制圧完了です。生け捕りとしたぞ。秘伝にはお使えできぬ。失敗しました。ご恩は忘れませぬ。天下統一まではあと2つの城でいいので、ここの悪衣城とあとここの春日山城を落とせばおそらく終わりますね。まあ他のところも適当にちょろちょろ攻めてますけど、まあまあ問題はないでしょう。
我が軍略の前に敵はなし。松ヶ山城はもう落ちるでしょう。落とせるか。あ、言うてる間にこっちの、悪意城か、悪意城を先に落とすことができました。はい、お使いいたします。封印投与で3人失敗と。はいはい、このご恩は忘れぬ。ここな、春日山城も、はい、言うてる間に制圧完了です。逃がしたよ。はい、いやー、長いようで短かったですけど、これで終わりになりますと。まあ最後は何でもいいですけど、関白ぐらいになっときましょうか。それではここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。